はい、猫舌ショールム五の部屋、本日のゲストはどなたですか。近力ハローでございます。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。久しぶりですね。そうなんですよ。一時はね、イベントやらせていただいたりとか、いろいろとね、いろんな関わりもあったんですが、ずっと会ってなかったねそうなんです。もともと、あのラストアイドルきっかけ。そうそうそう。ええ、知り合いまして。あれが。ええ。そうなんですよね。あの手の番組も、なんかもう、最近あんまなくなっちゃったから。そうなんですよ。ラスト映面白かったですからね。ね、面白かったよね。うん。 ただああいうあの、うん、なんてうんですかそんなに、うん、テレビとかで見たことないさ、うん、アイドルの人たちって、うん、あれちゃんと商売になってんのだから結構なお金だからいやそういうんじゃなくてもさいっぱいいるじゃん地下アイドルとかさああいうのとみんなお金ちゃんと慣れたってんの。地下は多分そ,のそもそもお金をそんなに使わないようにして売り上げを出していく。 例えばさ地下アイドルの女の子たちがグループみたいなじゃんみんなお給料いくらいくらいもらってるの僕は意外と詳しいですがピンキリですね本当にゼロから意外と平均は3から57ぐらいじゃないかと思っていて30万いやいやいや3万から7万月に。 それでもやってるんだ要は多分一人暮らしじゃないから成立するようなビジネスであああの部活感覚で実家にいるときにやるものなるほどねそれがちゃんと生活となるとそれなりに出さなきゃいけなくなっていくからチェキだなんだっていうのがどんどん重要になっていってっていう。ってことはみんな女の子たちはそんなにその商売をし,して成功したいっていうより、うん、あのアイドルやるってことが好きなのやる っていうことが好きなのもあるしでもいつか大きくなりたいみたいな野心はあってだと思いますけどでもそれがどうも実現しなさそうだなってなった時に、うん、それよりは恋愛がいいなとか、うん、何か他の魅力的なものに転んじゃうっていうことだと思いますこれのことが全く分かんなくてさでこれがまたあれなんですよね意外と大きな事務所がやっている大きなアイドルグループ、うん、テレビが絡んでるようなものであっても、うん、給料は1桁万円だったりしますねはい、はい、えそれは 結構あのー、いわゆるなんていうんですか何、ええとか坂とかそういうのもそうなの。なんとか坂はもうちょっともらってると思いますけど、それでもどのくらいもらってる。でも下の方になると、うん、そそんな感じの可能性もありますよ、ね。その何とか坂の中でもいっぱいいるじゃない。その中でも大してもらえてない人もいるってこと。いると思います。大変だね。みんなね大変なんですよ。それでもやるんだね。<laughs> やると思います。<laughs> うん、そこは私によくわかんない。<laughs> <laughs> アイドルのお仕事されてますけどその辺はよくわからないでかかってるわけですよねだって興味ないもんまあね年齢的にはまった時期とかもないだろうしそれは一回もないね俺さなんかそういう憧れの対象としてそのなんて言うんだろういわゆるそのアイドルみたいな女の子に対してそのなんて言うんだろうなテレビとかで夢中になったことは一回もないしそういう意味で子供の頃唯一夢中になったものって言えば。 グループサウンズぐらいだからね。はいはい、あと何にもないですよ。はい、あと、それにしたって。うん、あのー？何て言うんだろうな。うん、どっちかって言ったら。何て言うんだろうな。その、うん、音楽として好きだったからね。そうなんですだから、うん、近田さんは絶対にその功績があるわけじゃないですか？ アイドルポップっていう言い方が正しいかどうかわかんないんですけど郷ひろみさんだったりとか当時そのいわゆる専門家が評価しないようなものをちゃんと評価しだした最初の人のはずなんですよ。うん、それはそうなんだけどさ、うん、それはねなんでそういうことをやったかっていうのは自分でも,もう覚えてないんだけどさ、うんうん、あの何にしてもね、うん、なんかこう、うん、一番最初はね、うん、やっぱりその。 音楽評論家っていう人たちがさいろんなこと言ってるのがさなんか僕は自分はミュージシャンだからねそういう人たちが言ってることっていうのは自分から言わせるとなんかすごくこう気分だけで言ってるようなこととかさそういうのが多いから僕は自分の中でねなんで自分はこの曲が好きなのかってことに対して自分に対してはいつもこう説明できるんですよ。だそうういの体質があったんで やっぱりあれですよね。うん、あの最初はやっぱりその僕はもともとロックがさ、えー、好きだったっていうかさ、うん、そういう音楽をすごい聴いてたんだけど、うん、どうしてもテレビとかからさ、うん、いわゆる歌謡曲とかさ、はい、和製ポップスみたいなのが流れてくるじゃない、うんうん、そうすると今と違ってテレビですければそういうもんが毎日あったから、はい、結構ヒットした曲を覚えちゃって、うん、そうするとなんか構造的に自分の中でこう。 なんていうのかあれはこういうことよねってのがだんだん整理されてきちゃうもともとあったんですよ。はいはい、それでたまたまねあの最初ねなんで郷ひろみ好きになったかっていうとね郷ひろみと平山美樹なんだけど、うん、あの20代の頭ぐらいの頃に、うん、あのカメラマンのね小暮徹さんって人がいるんだけどその頃すごく仲良くて、うん、彼はずっとその。 僕と出会うまではずっとパリに住んでて、うん、でパリに住んでるとやっぱりんか日本のものが恋しかったりもするじゃないそれだから相手向こうで歌謡曲とかよく聴いてたっていう前提があって日本に帰ってきてそれで僕なんかすごいロックとか聴いてたんだけど逆にその当時者なんかすごく「いやー歌謡曲こういうのはいいんだよね」とかっていうことをそれこそあの。 洋楽を聴くような、ね、視点でその、うん、いろんなこの曲かっこいいでしょうみたいなことを聞かされていくうちにその中でやっぱりそのなんかだん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 その自分もそれに洗脳されて、うん、特にそうやっぱその徹ちゃんがねすごく郷ひろみと平山みきが好きだったから、うん、で僕も聴くようになって、うん、それでだんだん車に乗ってる時とかね、うん、あのかけるようになっていくうちに。あの 純粋にあの、ほとんどと当時は郷ひろみと平山美樹は、うん、ほとんど堤恭平さんが作ってたからねで,ね、うん、でやっぱりそのうちにだんだん郷ひろみとか平山美樹ってことよりそれを作ってる人、うん、特にその作曲家のね、うん、あの堤恭平さんっていう人にすごい興味を持ってて、うん、持つようになってそれでたまたまその何か当時僕はその。 まあ、ロックバンドとしてデビューして、うん、それなんだけど、まあ、中途半端なロックバンドみたいなことやったんで、うん、半分そのタレントさんみたいなことやったりしてて、うん、それでたまたまね「あのオールナイトニッポン」っていう日本放送の深夜放送のなんかパーソナリティをやらないかって話が来た時に、うん、何かそのそのパーソナリティごとに特色を何かで出さないとまずいってこと言われて、うん、それで僕ね実は。 その「オールナイトニッポン」っていうのを自分がそのパーソナリティをやるまでほとんど深夜放送聞いたことなかったんですよ、うん、僕ねもともとすごい朝方なのね、うん、だから <laughs> 深夜は苦手苦手なのよ、うん、あの高校生ぐらいでも11時まではラジオ聴いてたけど、うんうん、11時になるともう眠くなっちゃって、うん、しかもまあフォークシンガーはメインの時代ですよねの割と、うんあのー ラジオ関東多かったんだけどうん、うん、ラジオ関東はね割と湯川玲子さんが選曲したりとかねあと副大臣先生がなんかしってたりとかうん、うん、あとそんなのがあって、うん、あとね TBS ラジオではね里見京子さんって人が話してる、うんうん、それちょっとあの夜っぽい曲ばっかり聴ける番組があって、うん、それはねあの「ルーレット・レーベル」っていう会社だけの曲をかける番組があったんだけどうん、うん、そんなものを聴いてるうちに11時になって眠、ね、くなっちゃうって感じだったんで、うん、いわゆるその。 普通のの意味でのね、うん「オールナイトニッポン」とか「あのー、リブヤングとか、うん、そういうものは本当に聴いたことなくて、うん、それでですからその自分がそのパーソナリティの仕事をなんか、うん、オーディションというかね、うん、っていうのにんか特色っていうかそうだ僕今すごく「ゴー h i r にハマってるんで、うん、あの毎回毎回「ゴー h i r コーナーって作りたいんですけど、うん、って言ったら向こうはね その人が昔はロックミューシャンが歌謡曲っていうだけでなんかそういうふうに思われちゃってそれは面白いですねって言われてそれでそれで書けれるうちにそしたらなんか結構世の中にやっぱりう音楽を好きだったんだけどそういうことを語れる場っていうのがなかったからたまたま自分の番組やってたらいろんなそういうマニアの人たちがねそういう歌謡曲のことについてあの。 洋画国教に語る人がいっぱい出てきて、えー、その反響を読んでいくうちに何、うん、ていうのかなそこからそれであのたまたまその当時、うん、ポパイでね、うん、なんかその自分がオフ・ナット・ニッやってるのを聞いてた人がいて、うん、それで歌謡曲について何か書きませんかって言われてそうん、でその文章に書くからよりその論理的に書かなきゃいけないじゃん。うん そこでその、いわゆるそれまでの例えば何て言うのかな歌謡曲評論っていうと大体、うん、スポーツ新聞の記者がさはい、はい、歌詞について書くばっかりだったでしょ、うん、それをその音楽の行動として歌謡曲を語るってことを誰もやってなかったらしくて、うん、それでそれを僕が書くようになったら、うん、多分そこであのあ合い書き方をしてもいいんだっていうことをいろんな人が僕のそれをたまたま見て、うんうん、そこからなんか 僕とはまた違うスタイルでねあのいろんな音あの歌謡曲にして語る人がそこからこう増えてったっていうのは確かだと思いますけど、うん、そして歌謡曲カバーしたりとかそうそうそうその歌謡曲カバーしたのがね、うん、あのー、一つは、うん、そろそろアルバム作んなきゃって時に新曲ができてなかったのよ。そ、うん、<laughs> それで、たまたままのの頃ライブの時に、うんあのー よくね、ちょうど「セックスピストルズ」が流行ってた頃だったんでの普段知ってる5億の文曲とかをね全部「セックスピストルズ」と同じアレンジにしてやってると簡単だからそれでステージでやっててじゃあれをそのまんまレコードにしちゃおうってことで出したら妙にそのカバーっていうことがなんか新鮮だったらしくて自分でだからこんなもん褒められるんだっていう不思議な気持ちずっといましたけどね。 だから自分としてはそ本腰入れたもんでもなくてまあなんかそのね、うん、そろそろ曲作んなきゃ曲とかアルバム出さなきゃいけないからっていうんでないし、うん、それでやったってだけなんだけどさ <laughs> それが名盤として語られるっていう,そ,うそれも複雑な気持ちだよね。<laughs> <laughs> だから変わった活動してる人だと思いますよいろいろと結果的にね結果的には変わってるかもしれないですねだからこそラストアイドルと絡んだ時もこれをやるのかみたいなことをやってたわけでそうだからまあある意味ではへそ曲がりはへそ曲がりなのかもしれないけどまあどっかねその反逆的なところはあると思うなそれは何ですかネガユーヤファミリーなんですかそそれ以前だと思います何かの 妙に正義感が強いとかうん、うん、なんかそういうものがあってなんかやっぱ例えば自分はね、うん、小学校から私立だったんですけども、うん、私立って制服があるじゃない、うん、もうあれが嫌で嫌で、はい、それで例えばそのなんていうのかな普通私立の小学校とかに行ってると、うん、例えばその誰か親戚のね、うんあの 法事があったりとかさ、うん、そういう時にはさ大体制服着ていくわけじゃないあれが一応フォーマルだから、うん、例えばそういうことがすごく嫌で、うん、あの必ずなんかそういう時には絶対に私服で行ったってぐらいに制服を着せられることが嫌っていうのと全部似てるのかもしれないんだけど、うん、自分からねそのデザインが好きで着るんだったらいいんですよ。例えばそそのののグルーープサンズってももさ、うん、みんなそのユニフォーム着てたけれども、うん、あれどあは 自分があれを着たいと思ったらね着ればいいんだけど、うん、自分のだから例えばその小学校の時の制服もそうだし、うん、中学からはいわゆるその学生服になるけれど、うん、もうその学生服着るっても嫌で、うん、だからそういうのと全部似ててなんか人と違うことしたいってより、うん、あの、押し付けられることが嫌ってことが、うん、あの根底にきっとあったと思うんだ。そそれでだからののアイドルの、うん プロデューサー対決でねそうそうそうその時もだからなんていうのかな「何やってもいいですよ」って言われたわけ最初に「何やってもいいですよ」って言ったよねっていう言ったよねってたらにその後とったらひろゆきみたいになっちゃうけどさとにかく言ったからだったら好きにするよっていう最初にそうだから途中からなんかいろいろさ揉めたりするじゃんそれでもう吐きちゃったんだけど 面白かったですよ、横で見てる限りは。あのいい曲だったのは間違いないし。曲はいいと思ったんですよ。自分でもね、あれは結構割とドナサマーっぽい感じのドナサマーのイメージで曲作ったりしたんだけどさ。でも面白かったですけどね、あの番組はね。もう歌詞も凶悪だし。そうそう、歌詞だよね。あれはあの頃、結構そういう なんんか頭にてただろうねいろんな政治的なもろもろに自民党的なもろもろにただそんなことをさ誰かがさ俺なんか別にどうでもいいことだと思っててもさ誰かがさ本気で怒ったりするじゃん暇だなと思ったんだけどさまあねいろんなものを信じる人がいるので俺の推しにそんなことを歌わせるなんてみたいなそうそうそう俺そういうのないからさだから 一緒に何言われてもさ、そういうことでなんかこうダメージ受けることはなかったんですけどね。いや僕はだからね、だいぶ審査員としてだいぶ内側から見てたから、あそうだよね。面白かったんですよ。あの近田さんがね、あの衣装で揉めてるのとか、そう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 。どうしてそれがいけないのっていうさ、えっとへそを出させようとしたわけですよね。だからその何がいけないのっていうさ、そしたらさ例えばさっていうこと言ったらさ。 それは水着みたいだからとか言うじゃんそしたら水泳の番組はできないわけじゃないですか例えばさ、みたいなだからそういう、俺はね、そうそうそうあの、今の話でいうと論理的一貫性、整合性っていうものがちゃんと通ってるのはなんでもいいんですよそこだけなんですよ最初になんでもいいって言ったよねがまずあるわけですそうそうそうなんだけどさ、そんな、あの そのことでさ鬼の首を取ったようにそこばっかりをねずっと言うのもつまんないからまあそれはそれでいいんだけど僕は当時忘れられない話を聞いてますよ近田さんって何相当な怒り方をしたっていうその時何で怒ったんだっけテレビ局に衣装のことで揉めてああそうそうそう結構な怒り方をしたって話をインタビューで聞いて僕が自粛して削りましたからねそのエピソードもう今覚えてないんだけどさ俺さ 割とさいわゆるその瞬間に若い色的で、うんえー、その時カーッとつくなんだけど、えー、すぐ忘れちゃうんだよね引きずらないないねそれはうん,うん、うんうん、忘れちゃうんだよねだから、ね、それぐらい揉めても秋元さんとは関係性は悪くならない人だって別に秋元と揉めたわけじゃないからテレビですからね。でうん、うん、でも誰に対しても、うん、あの思ったことは言う方だと思うけどうんうん、うん 戦ってきた歴史なわけですね、うん、そんな戦ったわけでもないんだけどさ <laughs>、うん、あの自分としてはあの思ったことは言うっていう程度でただ、うん、そのことで最後までねずっとやり合うっていうよりまあね僕はまああえて軽くギリギリまで話しますと当時市川さんが言ってたのはあのすごい怒っていくら払いぐらいの話してた言ったよ。<laughs> そうやったらもう金出せっつって <laughs> すげえと思ってさすがに伏せましたよだってさ行ったって別にいいわけじゃん、うん、言うこと自体でさ、うん、犯罪にもならないからさ向こうは駄目、はい、ですって言えばいいだけなのに、はい、こちらとしてはこれだけのお金を要求しますって、うん、請求書出してるだけだからさ <laughs> 近田さんは基本ものすごくフレンドリーでこういう人ですけどやっぱり根はそういう人なんだってあの時思いましたよああ根はどうなんだろうねベースにはそういうファイターというか夕焼けファミリーというかあでもね何かがあるんだ夕焼けさんとかってねお金のことは全然物めないよそうなんですかそういう意味では支払いもすごい綺麗な人だったのでたそんなに持ってないだけであとはその純粋にねあの マージャンとかさ賭、うん、け事は僕全然やんないからわかんないんだけど、うんうん、そういう現場での借金はあったかもしれないけど、うん、あのミュージシャンに対しては、うん、あのすごく綺麗だった人とマ、ね、ックで何かやってくれとか言われてものちゃんとあのお金に関しては滞りなくいつも、うんうん、その額はともかくとしてねきちんと。 僕だけじゃなくて誰もそこはずっと予算に関してはそういうことだってそういうことで優也さんのさ悪い評判ないじゃんそうですね面倒くさい的な話は聞いたりはするけどそうそうっちだよそれぐらいですよねうん僕も関わってて全然嫌な思いもしなかったしそうなんだよねだから俺もそのその時さ金出せってったかなてたんだけどさ あの、どういう事由言ったんだっけななんか理屈考えたんだよそれで行ってあの本当言ったらさもう引き取りたかったんだよねやる気なかったからでだったらだったらそれだこの値段で買ってくれよっつったんでよしたらなんかさ向こうがさいろんなこと言ってきたからさや別にいいですって思って。 細かいだだったんんんけどんまあそんなもんだよなんでもやっぱああいうアイドルグループが普通に近田さんの曲をやってああいうことをやってるっていうのは面白かったしそういうようなものがその後なかなかはないのは寂しいですよ予算がないのかなんかわかんないですけ、ね、どそこじゃないかなそこですよね多分もうだって大きく分けたらさ、うん、アイドルっていうムーブメントはさ、うんうん もうピークは超えてますよね。超えましたね。ただ昔と違うのはさ、ピークを超えてからのさ、その延命措置っていうか、昔はピークを越えるとスッってなくなっちゃったものが、最近はその長いフェードアウトをどうやってね、のいでかってそのノウハウが昔よりさ、今長けてるから持つんだよね。一瞬でなくなるみたいなことないわ。ないですよ。だって今長いじゃん。だって AKB とかだってさ、もう20年ぐらいやってんじゃないの。 もうだからね、だいぶ落ちたと言われながら全然生きてるじゃん。だってよく話すけどさビートルズとかだってさ45年じゃん。ピンクレディーから何から何年だって話してうん。本当にピンクレディーもさキャンディーだってこんなもんだしグループサンズもそうだしだからそれ考えたらポリブスだってこんなもんだだからいつから長持ちするようになったかって言ったらそれは結構。 割と最近つっ,っちゃ変だけど二十、うん、年にだから1900年代の終わりぐらいからですよ、ね、90年代以降ですよね、うん、まあスマップだなんだとかが結婚しても続けるような形を作っていてそれは本当にそういうなんかシステムを作り上げたさ、うん、ことがいいのか悪いのか分かんないけどうん、うん、だからもうあれですよね、うん、お店屋さんと一緒ですよね、うん お店屋さんって作だからでもそラーメン屋さんとかそういうのと同じで、うん、あなんかそういうことを何ていうのかな、うん、みんなが本能的に何かさ、うん、気づき上げちゃったんだろうね、うん、確かにそうですねお店っぽいですよね、うん、秋山さんやってるのもその,のれん分け的なビジネスだし <laughs>、うん、みんなそうだよね EXILE、うん、の,のとこだってさ、うん なだからそういうとこにさ新しく入っていこうとする人たちもさ意識がさそういう何かアーティストっていうことよりはやっぱ商売だよねいい悪いじゃなくてね。近田さんが始めた頃の音楽業界とはもう全然違うわけですよね。 僕らの始めた頃っていうのは、うん、70年代の頭ぐらいだと思うけれどさ、うん、あのまずみんな何も考えてないよね。<laughs> これでで食べようみたいいなな発想がまずないんですかそのっていうか、うん、絶対俺は世界一になるだろうってみんな根拠なく思ってるだけなの<あ> <laughs> なるほどでもどうやったら世界一になるかってことに関しては <laughs>、うん、みんな自分の才能を異常に過信してるだけだからさ。うん それは持たないねそんなに前例も何もないから夢を持ち放題というしかもさ世の中がいわゆる高度成長期の頃だからさ未来に対して何かさなんかそのこっから先にバラ色になってくるんじゃないかっていう根拠のないさ希望みたいなことを持ちながら生きてたからそういう意味での将来に対する何かその不安とかがなかったんですよね。 みんななとかるだろミュージシャンやってる時点でドロップアウトしてるみたいな意識もみんなだからなんかその何て言うのかな実際それでそうやってね最初はみんなその世界一のスターになるつもり入ってきてそうこうしてるうちにそのそんなに食えなくてもミュージシャンやってるってこと自体が楽しいみたいにさだんだん変わっていっちゃうんだと思うんだよねだからそれは俺もわかるんだけどさ それでだから僕なんか入った時は絶対自分は世界一の才能の人間だと思ってなんてやり始めたからあのなんか出して売れないとするじゃんそれでもまあ次は売れるだろうみたいなさみんな次は売れるだろうって気持ちをずっと持ってたんじゃないかな僕だけじゃなくてでそうこうしてうちに気がついたら味噌汁を超えもう40も過ぎみたいな。 でもそれでもなんとかなんじゃないかなみたいなこといま、うん、だにやってる人もいるかもしれないけどねんか全体がだからあのもの考えてなかったっていうのが一番大きいかも戦略みたいなことはまあ前向きにのんきにいられる時代ですね世の中ものんきだったもん,うん、うん、今と違ってさ何なんだろう、うん、そう例えば <laughs> 今ほどいろんなことにお金もかからなかったんじゃないかな。なるほど、うん。そういうことなんじゃないかな。うん、千田さんは普通に食べれてたんですかすぐに？僕はね、だからその、うん、最初デビューしてさ、うん、デビューする前まではさ、うん、実家だったからね、うん、あのそんなになていうんだろう食えなくても平気だったんだけど、うん、デビューしたら運がいいことに、うん、すぐにその。 そのギンザナウととかねはい、はい、あそそのオレのポンみたいなその自分のミュージシャンの部分じゃないんだけどさ <laughs>、うん、そういうタレントさんみたいなことの仕事がボンボンボンも入ってきちゃったから <laughs> 何だったんですかねそれ <laughs> それはね、うん、俺が器用だったからだと思う <laughs> なるほど <laughs>、うん、役者業から何から大体できちゃう、ね、うん何でもさ、うん、あのそこそこだったら誰でもできんだよねそれであったこれってだから器用だったのと、うん、まあ 視点がくっていうかさ、うん、そういうとこで、うん、まあこれものはこんなもんだろうなっていうさ <laughs> なんかそんな気持ちで、うん、そういう視点というかスタンスで芸能界を眺めてる人が少なかったから、うん、このありようが多分なんかどこにも属してないというかう独特なポジションでどこにも属してないし、うん、あとそのいわゆる。 今はみんなマルチにいろんなことやるけど、うん、何でもやる人っていのがいなかったんですよね。特にまあロックミュージシャンはこうあらねばみたいな、うんな多たルールがいろいろあった時代でもう一つは本当に口が達者だったからね、うんあのー、割とそのなんていうのかな、うん、その部分もやっぱ自分でなんて言うんだろうな、うん、自分の,そのアドバンテージとして、うん、俺は結構喋るのは上手だからなって分かってたからね。うん 本当当時のタレント業的な方向でもかなり成功してますもんね <laughs> うん。だけど僕はやっぱりこれはずっとやってても絶対飽きるし、うん、あのだんだんその、うん、<coughs> タレントみたいな仕事が増えてくる、うん、この話、うん、いいんですか大丈夫です自分は本当にさ、うん、冷やかしっていうかさ、うん、遊びでやってても、うん、そこそこねこう いろんな,なんて言うんだろうちゃんとしたお笑いの人が出てくる番組に一緒にブッキングされると、うん、他の人たちは本気なんですよね、うん、そうするとね俺みたいな、うんあのー、本当に遊びでね、うん、その芸能界をこう袖から眺めてるのが面白いからみたいな気持ちでやってる人間には <laughs>、うん、あのここから先はちょっといくらなんでも本腰でやっていかないといけないってなったら。うん 結構そういう人たちと関係が悪くなるのもしたのよ。なんか不謹慎に見えるからさみんな必死だからさだから俺は誰だってこったけどそういうなんお笑いの人なんかと一緒に出る番組にあった時に誰だったかこうやっったんだけどさ初めてね「ちかたちゃん」って言われたのよ。それともそっちの人に思われてんだと思って。 もうこれは無理だなと思ってそれでやめようと思ったね。えー、もったいなかったですけどね、うん、でもまあ嫌だったんでしょうねそれ,だけそれ言われたら多分男ン信也さんかなんかなと思うんだけど <laughs> あ,ある人はそういうんじゃなくてねそのもう同業者として、うん、俺のこと知ってるんだみたいな感じでさもうこういう人も俺のましてくれてるんだみたいな、うん、これはこっから先はこういう世界でこういう人たちと戦っていくんだと、うん、するとちょっと自分の力量ではね、うん、かといってさ 例えばそのあとの何て言うんだろうないろんな半分ミュージシャンで,、うん、で半分タレントみたいなさ、うん、そういう人も結構いるじゃないさはい、はい、それやってくのもまあだから何て言うのかなそれもなんか中途半端になるからやっぱりもう一回もともとがねそういうタレントになっちゃったりしたのも、うんうん、そもそもそのバンドをやるためにバイトでタレントやってたも,いいもんだから。 まあそっちの方が稼げるわけですよね全然それはは本当にタレントっていうものがそこそこテレビとかラジオでレギュラー持っててっていうのは、うん、あの本当に金は簡単に稼げちゃうんだなってことも知っちゃったからね <laughs> よくそれやめられましたねだからやばいと思ったんだよそれずっとやったら絶対自分みたいなタイプはそれやったらずっと汚れた人間になっちゃうだろうなと思ってそんなこともあって、うん、もう一回ミュージシャンに戻ろうと思ってやめちゃったんですよ。うん だってね3人目のおととピーコとか呼ばれた時代ですよ、ね、そうだってもっと昔はさ <laughs>、うん、だってなんだっけな「タモリビートだけしかだろう」って言われたことだってあったもんね。BIG3 <laughs> <laughs>。<laughs> そう言われたことだってあったもの <laughs> 恐ろしいですね、うん、本腰入れしたらどうなってたか分からなかったかっていうそんなふうに思われるのも怖いじゃない <laughs> はい,はいはい。だからそういう世界は、うん、あのー 自分には向いいてなからねねめちゃったんですけどテレビの司会とかも結構来てたりしてたけどそういうのは本当に結構何ていうのかな向いてるとは思ったけどさどん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 音楽から離れてっちゃうからやっぱり音楽やりたかったんだろうねその頃はね何より。それはまだまだ音楽で世界を目指すという。やっぱり自自分分ののの当時中中にある才能で 一番やっぱり何て言うのかな埋蔵量の多いものは音楽に関するもんだろうと思ったからねそれと本当に僕はあの例えば芝居みたいなことが全く好きじゃないんですよ。あ、うん、あの、だからあの。無一族とか出ながらもそういう思いだ。だからたまたまねあれはその、うん、それこそなんかその、うん、あの。 君が番組でしたから俺も郷ひろみと一緒に出たいよとかってことをね番組で言ってたらそしたら久世さんがそれ聞いてて「じゃあお前出してやるよ」っていう気軽な時代ですねすごい気軽だよほんとにみんなそんな感じだったよラジオでいろいろしてたら実現するそれはだからねんか優也さんと久世さんが仲良かったのもあるんだけどさそんなことでんか連絡があって出させてもらったって感じですね だからもうね、当時のね、とんでもない人気番組を普通に覗き目もして、て。そそううやってそうなんですよ。うん、だからずっとね、あの、自分が、うん、経験してきたことっていうのは、うん、他の人と比べてこれだけはないだろうなっていうのは、うん、相当そういうメジャーな場所でね、うん、舞台の袖から何でも見ることができただから、うん、オールエリア OK の。 パスを持って芸能界でひょろひょろしてたっていうことができたのはなかなか他じゃなかったかもしれないね基本無邪気にいろんなものを見学してもらってそうでそう一方そういうさ <laughs>、うん、いわゆるそのあの本当のメインのね、うん、芸能界っていうものも一方にあって、うん、で一方では本当にそういうアンダーグラウンドなパンクみたいな世界ともすごい通じたしね、うん、だからその両方でなんかそうやってどこ、うん、どこも,どこも ここも好きにあっちこっち行けたっていう人間は俺ぐらいしかいなかったかもしれないなとは思うけど当時はねだって今パンクと通じてたで思い出しましたけど確かあれヤングタッチの司会も近田さんでした、ね、やってましたよねつまりあの初回でジャガタラがライブやってたらリズムが乱入した時あれ近田さんがいたわけですよねそうだよいたいた <laughs> だそういうこともやってるわけよそう歴史に残る放送事故みたいな時に現場にいたたいたいた そういうものをすべて見てきてそうなんですよいっぱいいろんなことを見てきてると思うそういう意味では貴重な経験しつつまあでもやっぱね音楽が大事でそして音楽でも確実に新しいことをやり続けて新しいことをやるってことだけはねやっぱり好きですよねだから本当に今のそういう袖で見たっていうこと言ったらねそれこそまさに袖なんだけど昔あの西劇のおやさんカーニバルだったよねさあれっていうのはその 舞台とね同じ形した稽古場お稽古場がね日劇の3階にあったんですよそこは本三あの本当の3階って意味なんだけど本三っていうとこでやったんだけどそこでそうするとウエスタカーニバルの投資稽古みたいにやるんですよいろんなそれこそグループサンドで大体その時はだから半分なベプロのタレントさんが出ててで半分じゃないですよ3分の2ぐらいがなベプロで3分の1くらいが ジャニーさんのとこだったんだよね。だからちょうど誰が出てた頃だったかしちゃったんだけど、さ。うん、だからその時初めてジャニー喜多川っていう人を生で初めて、そのそれこそ舞台の袖にただジャニー喜多川を見たっていうのもなかなか今としては貴重な経験ですよね。うんうん、その時にジャニーさんがその誰か、そのジャニーさんとこのタレントがその舞台で吹いて帰ってと、うん。うん 舞台のそれか違う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 とか出てきて指導して帰っていくねどうしてやのに小柄なおじさんがいたんですよ誰なんだろうと思ったらそれがねそこたまたま当時まだナビプロにねアミューズの大里陽吉さんがナビプロのところに大沢さんに「あの人誰だ?」って「お前あれジャニーさんだよ」とておっしゃそうなんだ」そういうことも経験してますからね。 最初のジャニーズぐらいの時ですかねい<や>フォーリーブス以前いやフォーリーブスの後ですねーーだ,だからね、うん、あのー、多分ね、うん、あれは誰の時だろうなえー、っとね思い出せないんでね、うん、フォーリーブスの後だよね、うん、某日るあ豊川城ぐらいの頃あの頃だと思うみんな主語アイドルそうそうそう、うん かわいそうな星巡り、人に言われてきもうさ、今、歌っちゃいけないのかすよもっとすごいのはさ、親のない子は焼かないパンを喉に詰まらせ、水を飲むって歌詞があったんですよ。これ、今、歌えないよね。すごいですよね。みなしごだからそういう歌を歌ってくれてだって、みなしごって言っちゃいけないんじゃないのだって昔、みなしごチっていうさ、変なチのアニメありましたよね。 みなしごのバラードとかねあったよねあったよねそういう時代のアイドルはいだからそういう時代からねずっと袖でね見つけて50年みたいな何なんだろうねすさまじい経歴ですよ なな、るほどなそうでですよこんな話でいいのこういう話で,いいですよだからそういういそこから見てきた人が最近ね、うん、ジャニーズ問題をいろいろ熱く語ってるっていうのは面白いなあ<ー>さジャニーズの曲のカバーまでしてきた人がうそうよ、うん、だってあれだもん慎吾、うん、ちゃんのさ曲のアレンジとかだってやったことあるし、うん、あの田原俊彦の一枚上のアルバムとかには曲も作ってるし、うん、みたいな結構だけどさ、うん、もうう ジャニーズ問題っていうのこれ分かんないけどもうきられちゃってますよ最近そういう話題のそのんてがもの会見をあれで終わらせたのがまあ向こうの戦略まあ戦略もあるんだけど戦略がなくてもさ僕ねいつ頃からみんながそのことにあのんていうのかな風化させるね みんな何度も風化するようになっちゃったっていうのはやっぱりあれですよ安倍からですよあの人とにかくさなんか森け問題にしてもああにしてもさずっと曖昧にしてるとさみんな飽きるってことに気づいたんだよね昔からさ人の噂も七十五日っていうじゃない喉元すぎれば明日忘れるっていうじゃんこの2つを戦略として使ったことがねそのみんな 意識してないんだけどみんなの体の中にそのことが、うん、みんなねそのことで学んじゃって、うん、しばらく曖昧にしておくと何でも風化するっていう風潮ってものをあそこから日本はすごく何て言うんだろう、うん、日本人のその一つの何てうんですかね風土病としてね、うん、そういうものをみんながその体に何て言うそういうものが入ってきちゃったっていうのはあるからだって飽きますもん。 メディア側が相当頑張なないとしますよねそうんだってあれだもん例えばさいろんなことってそれこそ例えば福島のさ原発の問題があってね最初の頃はさ毎日さずっとニュースやったじゃんでもいつの間にかやらなくなっちゃうじゃんもう今さ福島のことなんて言わないじゃんそれとかコロナだってさ 本質的には何も解決してないんですよねむしろまた増えてますよって、うん、でもそれでもやらないじゃん。うんうん、それで、ウクライナのことだってさ、うん、今結構超深刻なはずなのに、うん、テレビでもあんまやんないですよね。うん、それで、だからそうやって、そ,そういうものと同じ意味で、うん、あのー、 ジャニーズのこともそうで例えば猿之助とか言ったって忘れてんじゃんね歌舞伎問題も触れなくなっちゃってそれさ別にさタブーで触れなくなっちゃったんじゃなくてみんな飽きちゃうのよどんなことだからね全ての話題っていうものは相対的に全て話題ってだけなんですよでそれがだから最初の時だけ盛り上がってそっから前はフェードアウトがこれくらいあったのがすぐこうなっちゃうっていうだってさ 3億円事件とかってさもう相当長い間持ったでしょロス疑惑だって相当持ったでしょグリコ田中角也の問題だって相当持ったじゃんそうやって思うとさ昔は持ったそれが今その程度のことが起こってもさみんなガーシーと同じくらいすぐ忘れちゃうんでだって今こういういくつかさ例を出したけどこういうことですらもう忘れてると思う たたまたま最近またさ広末涼子って名前出たけど、はい、もうそんなシェフと広末涼子のことなんて、うん、ずっともう忘れてたと思う、うん、そうですね、うん、だからそれいいか悪いか別としてねなんか松本人志問題を忘れさせないように文春がすごい頑張ってる印象ありますね、うん。<今>ただねそういう中で <laughs>、うん、僕やっぱりさ、うん、性加害問題と差別問題っていうのは、うん、あの不倫の問題とかね、うん、か全くんで 別の次元なのでこのことはやっぱり忘れちゃいけないってことと忘れてもいいものっていうことをテレビなんかでね話をする人たちはもうちょっとそこのところは論点っていうものを整理して論じ合っていかないとあのね俺テレビとか言ってると思うのは論点っていうものは意図的にずらす人っていうのがいるとするじゃないそれは結構だからそういう論破したりする人たちそうなんだけどそれはまだいいんだよ。 自分のね喋ってることの論点がずれてってることがからない人たち同士がお互いに議論してるからどん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 不毛のものになっていくっていうこれだけはなんとかしてもらいたいんでやっぱりそのテレビに出る人たちのねそういう意味でも説明能力っていうことだけはこれからそのコメンテーターやる人たちに関してはあのじゃこれだけこのぐらいのことこうやって喋れりますよねっていうのをね事前にチェックして例えばさあの 国によっては首相と大統領がある国がいます、うん、国によっては首相しかありません、うん、この場合首相と大統領ってのはどっちが偉いんですかとかね、うん、そういうことを即座にやっぱりその程度のことは答えられないと、うん、あのー、話しちゃいけないっていうね、うん、ある程度のそういう、うん、あの資格は作っとかないといけないんじゃないかなっていうのは私は思うんですけどね、うん、千万分いやじゃないことを無邪気に話しすぎですよね <laughs> だからそれはやっぱりなんていうのかな あまり世の中をいい真面目な話でしょうがないんだけどさほんと正直不倫とかどうでもいいですからね、うん、<laughs> ただその不倫とさ性加害がごっちゃになっちゃったりするじゃない、うんうん、だから不倫っていうのはさ、うん、あくまでさその当事者の中でね 怒っていけにがある人は少数ですよ。そういうっていう。で、でも、他の人は関係ないんだもん。つまり、他の人がさ、あの、それについて、論じるっていうさ。資格はないんですよ。本当は。何、その、でも、それとね、性加害の問題は別なの。に、そこがね、すごく、その、なん曖昧になっちゃったりすることが、だけは。 私はあまりよろしくないなとは思うんですけどねシャン芸能人どれだけ不倫してるかはまず知りたいですよねだから不倫なんていいんだもんいいんだもんっていや違う違う人の不倫なんてどうでもいいんだもんだって昔さ本当かどうか分かんないけどフランスなんかはさ政治家の下半身の問題は誰も興味持たないって昔から言ってたじゃん僕そこはそっちの方がいいと思いますよ。例えばさ あ性加害じゃないとしたらさやっぱりアメリカなんかはさあのやっぱ脱税に関してはものすごうるさいじゃんだけどさそういう関心のことに関してではあのそのことであんまりその政治家のねあの判断っていうことはそんな変わんないですよ。だから日本もさそのそういうところでさあの例えば今回の一連のさあの キックバックかさはいい話ですよね。ああいう問題っていうことに関してはやっぱりどこまでもどこまでもしつこく相手がさどれだけ逃げようとも大体あれですよその盛り替え問題だって何も解決してないんだから解決してないのにやっぱ言い出したらね マスコミの人も最後まできっちりやらないとダメだよ。とは思うんだけど。ねこの流れでクゼさんの話にならんかなってこれあれですか？え、誰クゼさんの話、不倫の話ですかね。クゼさん、クゼさんの不倫ってなんだっけ？あのキリンさんが暴露したやつ。あれね。おじさん、あのあれあれ現場にいたんですか？いたいたいた。それはね打ち上げの時だよ。 えこんな古い話聞くのかねいいよ。かまわないけどあれはだからそのんだっけ「ムー一族だ」っていうのはかの時にそこに出てたさ野口智子さんっていうさ女優さんがいてその人と久世さんができてたってことを。 キリンさんんが打ち上げの時に言ったんだよね,、うん、ですよね伝説のそしたらそれを聞いてなんかそこに沢田さんがいたんだけどさ、うん、すごいそのキリンさんのことについて怒ってたよだけど俺もなんていうのかな俺、うん、あの状況でね、うん、キリンさんが言いうこと言ったのは、うんうん、私はスマートじゃないと思ってるから。 近田さんは意外とそういうふうに僕それは僕は割と桐生さんに対しては割と否定的な部分多いんだよねだってさ優代さんだってさあれだけ別れたいってなったらさ別れてあげればよかったのに裁判までしてね別れないってまあ優代さんもさだらしなかったと思うけどさまあだけどねあの なんていうの別れたいって言ったらさ人間は別れるのは俺は筋だと思うんだけど俺いつも思うんだけど男女じゃなくてもさなんでもいいんだけど飽きられた方が悪いってのは基本なのよなるほどどんなことでもアイドルでもさ何でもさあの恋愛なんか特にそうだけど飽きちゃったらさもうやんなっちゃうじゃんそれまで夢中だった人がさ飽きちゃうのは どう考えても飽きられた方が悪いわけ飽きられなきゃいいんだから、うん、それ飽きられたら怒るっていうのはね、うん、私はなんかすごく野暮だなっていううのは思う、うん、だからやっぱ飽きられないような努力をするっていう、うん、その努力を怠っちゃうとやっぱ飽きられちゃうっていうね結果そのね結弥さんとキリンさんの物語がものすごくこう美しい話としてそう、ね、語られてるじゃないですか。うん 僕あれはなんかね違うと思うよ。そうなんですよね。近田さんは批判的なんですよね。だって俺、俺は有野さんとこって言うとさ、俺は有野さんが亡くなった時さ、俺親族の席だったからさ、でお墓とかも行ってるしさ、あのなんかその参拝曲かそういう時もさ、なんか。 ほぼ親族としてさ参加してるぐらいだから <laughs>、うん、あのー割と本当に何て言うのかな、うん、自分は割とその、よく見て,る見てたっていうかさ、うん、そういう中でうん、うん、なんかその後からね、うん、すごく美談仕立てにさ、うん、ちょっといくらなんでも、うん、されすぎだなっていうのは思うけど、うん、でもそれとねあの 例えば、その。もっくんややこちゃんがね、あの。すごい素晴らしい人間だったの、全く別のことなんだけど。それでも、俺は多分。あの。その二人がいても。このスタンスは、靴さなかったと思うけど。うん。って、いろんなとこ行ってるんだからさ。そうなんですよね。それ、なんですか、やっぱ、この。裕也さんが好きだからっていうのも大きい。それは一番あるよ。裕也さん、やっぱね。 子供の頃から好きだったからね。うんあの人は変じゃん。<変> <laughs> やっぱね、あの変さがたまんないんだよね。変ですけどね、変だなと思って僕も取材するぐらいの近づき方しますけど、うん、そこまで入り込みはしないんですよ,よ、ね。いや、入り込んじゃったわけじゃないんだけどさ、うん、結果的にそうなっちゃってさ、うん、なんかね、本当にユウさんに対しては痛、うん、い,いこと言ってたね。全然ひどかったね、うん、それで。 ででもゴーんん相当り込たじゃまあね、大好きすからゆうやさんの音楽に対するピュアな感じとかすごい好きなんですよしかもあの人さみんな誤解してるのはあの人結構ね歌うまいんですよ実はあの人まず音程がちゃんとしてんのよ音程とビートがちゃんとしてんのよただね声がメーっとした声だから「手間この野郎」みたいなこういう声で歌うからなんか下手に弾けるのよだけどほんと言うとちゃんとレコードを聴いてみるとねただ く聞こえない声っていうのがあるんだなと思いますけどねあの人はでもうまいっすよ実はそれなんだけどそれ以上にやっぱりねステージのしゃべりがおかしいんだよね独特すぎる意味が分かんないんですよ前もなんかで話したかもしれないんだけどなんかで夜のヒットスタジオかなんかにだったと思うんだけど出ててそれで多分 あっ違う何番組だったっけなぁ、うん、夜のスタジオ,スタジオか、うん、それじゃなかっくて黒柳さんのなんか番組忘れたんだけど、うん、その「<coughs> 岩井さんにとって演歌、えー、ってどういうものなんですか?」って質問された、うんえー、僕なんかもしょっちゅうあの森進一君とは一応雀なんかもやるんですけども、うん、まあ一応国士無双って感じでバチバチでこれ。<laughs> 演歌とは何なんですかって答えになってないじゃん。麻雀 <laughs> 仲間だって話をし,かしてた。わかんないじゃん、誰も。<laughs> 多分そういうことなんか求ましい顔というのがおかしくてさ、それでとにかくその、とにかくなんか一緒にいると、そのお座敷が面白いんだよね。だからその、それもさっき言った袖でってるのと同じで、はいはい、お座敷見るってのもなかなかないじゃん。 なるべく近くで見たいって。そうそう。見ていていってなるんです、ね。他の人が見てない、素の部分を、なるだけ生で見たいっていう。うんうん、だ、からそういう人は結構いっぱい見てますよ。うん、あまりの、岩屋さんが音楽的に評価されなさすぎなんですよね。<laughs> そうだけど、詩の中から。うん。うん、だから、そういう、俺もだからさ。うん、自分で言うのもなんだけどさ。うん、本当はもうちょっとね。音楽的才能があるんだけど。うんうん あんんまみながねそこをなんかずっと評価してこなかったじゃんなんでだかわかんないんだけどまあそれは俺がねわざわざそうやって誤解されるような態度をずっととっていたっていうねこともいけなかったと思うんだけど本当は僕はねもうちょっと音楽的にも評価されてもよかったかなっていうだいぶされてると思いますね塚田さんは。いやこの気持ちってさ今さもうちょっとしたら封切られるんだけど。 リトル・リチャードのドキュメンタリーがあって「アイアムエブリシング」とかいうのかなそれを見たらリトル・リチャードがさ俺、本当にずっと評価されずにきたけど本当にロックノール俺が作ったんだみたいなことをずっとやってる映画なんですよ。これがすごい良くてさこれ見ててね俺もリトル・リチャードみたいな気持ちだなと思っんだけどリトル・リチャードも評価されてないっていう思いなんですかでももね本人そううみたいいっての もちろんそんなことはないけれどリトル・リチャードよりリトル・リチャードのカバーした人が有名だったりするっていうことはあるしあとやっぱりその映画見てると50年代とかのアメリカってやっぱりすごい黒人差別が激しい時代だったからっていう中でいろんなそういう何て言うんですかね虐げられた時代があったりとかあとあの人イだったからさそういう意味でもすごいんかやっぱりいろんな大変な思いしたっていうね。 僕はそういういとこではななんの大変な思いもなんかそのリトル・リチャードのさ、うん、本質的なその才能って以上に何か鬼人としてのね、うん、印象の強いっていうのは確かにあったからね、うん、今回その、うん、リトル・リチャードのその電気の,そのドキュメンタリーうもうそろそろ吹っ切られると思うんだけど、うん、それ久々になんかいろんな結構さ、うんうん 昔のミュージシャンのさ、うん、いろんな記録の映画ってね、うん、結構このとこやってるじゃない,はい、はい、でもこの「リトル・リチャード」の出来だったね、うん、だからもしよかったらこれは見てみてくださいな。近カ、はい、さんもだからミュージシャンとしての評価というよりも「なんかザ・ボンチ」の曲ヒットさせた人とかそういう部分で目立ったりとか、うん、まあ確かにねあの自分のものより 埋葬的に言われりしたこともあるしね <laughs>、うん、そういうまあそういうなんていうんですか、うん、自分がね、うん、結局そういうふうに思われるようなね、うん、態度をずっと取ってきちゃったことっていう、うん、自分のせいはありますよね、うん、しょうがないのよこれ勝負だから、うん、もしくはなんだろうなもっと地道にヒップホップを続けたりとかしてたら そでそれなりの地位を築いたりとかしたのかもしれないけどそれも勝負なのよねか秋っぽくなっちゃったりとかさあとはその例えばそのこういう音楽っていうのはこういう作れ方をするとだいたいそれっぽくなるんだっていうね全体の構造みたいなことを自分で理解しちゃうとあとはそこから再生産っぽくなっちゃうんですよ。そのの再生産っていうなんかね 興奮しないんだよね、うん、だから方法論として何か一つ見つけたら、うん、次の方法論を見つけたいっていう、うん、その方法論の中でその質の向上を図るっていうことっていうのが別の努力じゃん、うん、それは地道な努力なんで、うん、飽きちゃうんだよね <laughs> もっと新しいことないからそうそうそう、うん、でもなかなかだんだん新しいことも見つからなくなってきてるけどね、うんうん、それはあの自分ということじゃなくて。うん いろんななものが飽和状態にはなってるから今だから今新しいことっていうのはその一個前にあったことに対しての新しさっていうねそういうことそれからその新しさっていうのは結局全くゼロからの新しさではなくて組み合わせの新しさっていうことでしかも新しいものってことは何て言うんだろうな 起こりにくくなってることは確かだと思うんですよ。それはねえ、七十年代八十年代のとんでもない新しいものが出てきたみたいで、うん、刺激は感じられないですよ。だからそういう意味で最後に出,出たのが、うん、あのやっぱり D J 文化ってものなんだけどさ、ね、ヒップホップがあってハウスがあってみたいな、うん、あの時代が最後ぐらいでしょう、ね。そう、そっから先ってのだから、うん、ずっともうその中でその、うん、同じその一つのそういうフォーマットの中でどうやったら新鮮さを出すかってことに。うんうん 全体が変わってきちゃってることは確かですよね皆さんがいろいろ絶賛してますよいろんな仕事してるじゃないですかジェニーはご機嫌なのめがあるじゃないですかそういけないじゃないですかだから大ヒット曲をいっぱい出してる人だってことですよ俺は一応ねどのジャンルでもヒット曲あるんですよ例えばあの最初ねいわゆるそのロックンロールで言うとあの。 クールスが歌ってたね、シンデレラっていうのもあれ一応ロックンロールの中で一応スタンダードになってるじゃん。でそれがあって次はさそのジェニーの極になのってテクノじゃんロックンロールからテクノ全然違うじゃんそれでその次っていうとあのまあまあボンチはまあさあれ企画もんだからあれだけどまあ一応あれが一番ヒットしたからねそれも複雑だよね。 そそれでその後はさ、うん、ヒップホップは何が誇れるかっていうと、うん、ヒップホップってさあ、うん、あんまり人がカバーしないですよねあ<ー>あの、みんなほら自分のこと歌うじゃん。だけど俺がやってた「ふえ法って曲だけはユーザロックとその後にさはい、はいね、何人かさ、うん、カバーしてくれてんだよねだからそれなりにそのヒップホップの世界では一つのなんて言うんだろうなうん、うん、あの。 割とてだからそれがあってジェニーがあってそのシンデレラがあってっていうそれであとは例えば CM でいうとね例えば「その創建美写」とかさあと「チョコボール」とかさそこでもんか誰でも知ってるものあってそうやっていくつかあるんだけど小子さんのフェードアウトあそうそうそうあれもねだからそういう何ていうのかな一つのやっぱり独特なね他にないものとしていくつか作れてると思うんだけど。 うん、だから何ですけどね、うん、本当その幅,幅広さを思うと天才ですよ間違いなくてそこは本当そう思うんですよラジオから何からまで含めた幅広さ、うん、で原稿もちゃんと書けるからねで絵も書けるしね、うん、絵も文章も音楽もやれて、うん、それで、うん、何でも一応できちゃうんだよね、うん、かといってまた器用貧乏っていうのともちょっと違うのかもしれないんだけどうん、うん、だけどんか 世間的に言うとさ、うん、なんかあの人が適当にちょこちょこやってるだけだろうっていう風に、うんうん、見られたいっていうのもあるんだろうね <laughs> <laughs> 素直じゃないからさあ<ー>あの苦労してるように見られるの嫌なんだろうねうんなんかそのなんでもちゃっちゃっちゃっきちゃうんだっていう方がすごいじゃん、うん、だからそういう風に見られたいっていうことの、うん、そうやって引き換えに評価はあんまされないっていう、うんね コメント欄にも結構来てたんですけどそうなんですよの「ゆうやさんが評価されないのはハッピーエンド士官のせい」みたいなコメントがいっぱい来てて近カさんは「ハッピーエンドに厳しい人」としても有名なんですよねああれはそんなに厳しくはないんですけど僕はそれはねあのよくそういうふうに言われるんだけどそれはそんなにないんだよそうなんですかロックじゃないってだけうんあの自分にとってはねだけどねあの 日本の場合自分の定義で言うとねみんな大体フォークですよヒップホップもフォークだよやっぱ言葉じゃん僕ねロックってね音だと思うんですよ言葉は大して意味ないと思うんですよっていうのはね自分が最初にロック好きになった頃ってみんな英語の曲じゃんだからさ何歌ってるかなんて分かんないじゃん それでもかっこよかったわけでしょ、うん、そこがスタートだから、うん、何事歌ってようがどんな事歌ってようがそんなことより、うん、その音響的、うん、響きがどれだけ刺激的になって、うん、何か自分の内側にある、うん、そういう例えばそういう反逆的な気持ちとかね、うん、そういうものを引き起こしてくれるかっていう、うん、そこしかないと思うんで。うん だからそ日本語で歌ってようと英語で歌ってようとあるいはインストルメンタルだろうとあるいはそれがあの韓国語だろうと中国語だろうとフランス語だろうといいんですよだからそれを含めてねだって他の国の言葉ってさ響き以外分かんん。ないじゃんだからやっぱどこまで行って僕は音響だと思ってるんですよ音響のなんかその刺激が興奮をさせるっていうのがロックだと思ってその どういういこと歌われるかってことでいちいち役者見てね、うん、それからロックに感動する人はいないと思うんですよねうん、うん、だから俺はどうしてもあのみんながボブ・ディラン好きだったらどうしても分かんないんだよ、うん、<laughs> ああまあね、うん、だったらじゃあみんな英語で歌詞分かるんだと思う、うん、分かんないじゃんそ、うんなもどこがいいんだろうと思って <laughs>、うん、いやボブ・ディランだってさボブ・ディランの曲だけを、うんうん、例えばさ レイモン・ル・フェイブル・オーケストラがねボディランの曲だけをさ華麗なストリングスでやったアルバムとかないじゃんだから曲の部分じゃないんだよね結局詩なんですよねだってあの人なんかノーベル賞取ったのも結局言葉の部分でしょある意味でだからやっぱ言葉ににそんんななな興味いだだろうね。るほど。から、多分ヒップホップにもそこまで気付かなかったんですはあの もちろんその言葉の部分っていうのもさそれも含めてサウンドとしてねあの特にその最初にランディ MC とかああいうデフジャムのあのエレルクリエとかできたころの音楽っていうのは本当にそれまでのいわゆるパーティーラップなんかと違うシュガーヒルギャングなんかと違う新しいそれまでと全然肌触りの違う非常にそのそれまでロックが担っていた部分っていう刺激っていうものをした。 革新的に、ね、作り変えてきたことが一つと、うん、それからもう一つはやっぱりファッションですよね、うん、あのアディダス着たりとかさカンゴールの帽子かぶったりとかさ、うん、ああいうことっていうのはそれまでずっとその、うん、もうロックって大昔はねロック入社のファッションっていうのが一番先端だったんだけど、うん、いつの間にかもうさだんだんあのアメリカの産業ロックみたいなものが、うん、あのロックのう主流になってきたからみんな。うん っぽいファッションになっちゃって誰もロックミュージシャンの格好まねする人いなくなった時に、うん、あのやっぱり一連のあの時代に出てきたエレル・クル・ジェイとかさ、うん、あのデュージャムの人たちとか<え>あるいはそのランディ・メイとかのねファッションがすごい良かったってことと、うん、それとそのやっぱりその DJ のね、うん、あの選んでくる音楽のセンスが良かったんですよ。うんうん、それなのでそこのところですごい面白いと思ったんだけど、うん、でだんだんそうこうしていうちに。 あのそのだからいわゆるそのターンテーブルが2つあって、うん、それで MC がやるっていうね、うん、あのいわゆるそのニューヨークスタイルのものとまた別に、うん、あの LA の方でさ、うん、NWA なんかがやった特にそのドクター・ドレがさ、うん、やってたその音の作りっていうのは、うん、もっと全然ハイファイなんですよ。うん、でそのいわゆるそのレコードの2枚使いじゃなくて。うん ブレイクビーそっくりの音をスタジオミュージシャンが撮って生で演奏してそれをも一回撮って作るっていうね結構ミュージシャン的な作り方しててそれでとにかくその最初の「ドクター・ドレ」とそれから「スループ・ドギー・ドッグ」のアルバムっていうのはそれまでの,そのヒップホップの音とはもう全然違うねいわゆる初めてそのアナログじゃなくてハイファイの CD で聴いた方が。 っい音てて、うののあ人たち初めそれを聴いた時にもうこっから先はもうこの延長線上でずっとその音質っていうもののね向上を狙うってこと以外にねこの世界ってなくなったなと思ってそこでやめちゃったんですけど実際でそっから後のヒップホップっていうのはもう結局マスタリングの良しあしってことだけになっちゃってそうするとねその次のとこ何かっていうと。 最近の一番新しいヒップホップのシングルとかってもうバックトラックどうでもいいんですよ。歌詞だけなんですよ。歌詞とかバックボーンとかね。うん。最近のと思うとねあれだよね「メーガン・ジー・スタリオン」とかいうのをさヒスってよく知ってるちょっと前にアメリカでヒットしたんだけどそれさ検索するとさ普通に最近日本語の訳詞がついてんだけどさ それ見るとひどいんだよね。<う>だけどバックトラックもどうでもいいのよ。うん、だから結局その言葉だけなんですよ。うん、しかもそれも本当にひどい言葉なの、うん、ずーっとこんなもんがアメリカって今一位なんだと思ったら。<laughs> うん、俺やっぱアメリカも相当病んでんじゃないかなっていう。気はしましたけど。<laughs> 日本だけじゃ、なくて本当世界的にそんな感じなんですね。だからみんながんかとげとげしいことが刺激になってるよね。うん、で、それって何なんだろうと思って。うん、ただ僕は本当にやっぱり、もともとがね、あんまとげとげしいこと好きじゃないから。うん、今のこの。 風潮ってか世相に関しては、うんうん、まあ年もあるんだろうけど、うん、はっきりついていけないことの多いね、うん、はい、そんな感じで大丈夫ですよね無事1時間過ぎたのでここから質問コーナーです、はい、コメント欄にどんどん書いていっちゃってくださいお願いしますあここからフォーマットが変わるそうなんですあじゃあはい、はい、ビブラストーンの人力ヒップホップは踊れてかっこよかったですうん、うんうん 歌さん、音楽を始めるきっかけの話をするとき必ず近田さんの名前出してるイメージありますね誰えと歌丸さんあ本ほんとうんですね、うん、それありがたいね、うん、多分その音楽表というかアイドル表的な話をする時も近田さんなんだそうなんだ、うん、ありがたいね、はいうん <laughs> ゴーさんと以前のイベントでは踊れる曲がロック、ハッピーエンドは踊れないって言ってましたね。そうそうそう。だ、俺もさ、いつそんなこと言ったかって覚えてなかったりするからさ、あとあ、そういえば言ったかなぐらいのところで本当すいません。吉田ゴーさんを知ったのはいつですか？え、誰？吉田ゴーさんを知ったのはラサの時ですかね。あん前からその前からあのされてたお仕事のことは知ってましたけれども、あの直接お会いしたなんていうんですよね。 それとか、ね、あのライブスタイルダンジョンっていうね謎イベントで一緒に審査員をやって、うん、僕が近田さんに何かねいろんなバックボーンを伝える係というかこの曲はこういう流れで作られた曲でしてみたいなねそういう仕事はしてましたジャニーズ問題についての、ね、山下達郎のコメントはどう思われましたかどういうコメントだったのそっそえっと音うそどうのこうのみたいなやつですかそ<ー>うん そうね、結構古い人だなと思ったけどね、うん、あのー、大きく書ったらがっかりするコメントだよね、うん、全体に、うん、あそうなんだみたいな、うん、自分とは違うなと思ったけどですね言、うんうん、っちゃえば力さんもねその仕事したりで恩義は別に誰に対してもあるから、はいうん、だって恩義とさ、うん その問題別でしょだからお世話になったらさその人が殺人してもさその人の味方するのかっていう僕やっぱりねやったこととその人に対するさ関係ってのは別のことだと思うんですよなるべく信じたいぐらいだったら分かるけれども何もしていないとそうまだそれだらまあ言いようですけどねだからあのそのんていうんですか そのダウンタウンのさ、うん、人の話とかいろんな人がさ、うん、いやあの人はいい人なんでそんなことするわけないっていうようなこと言うじゃないでもさ、うん、ほとんどの犯罪者は普段いい人なんでそうなんですよだからさっき言ったように <laughs>、うん、あのその問題とこの問題っていうものを分けなきゃいけないところを分けずにね語ってしまう人が多すぎるってことですよね。 僕にはいい人でしたぐらいのコメントはいいですけどそれを全体で語っちゃうの危険ですよねだからそれはあのそれを語る人のことがある程度その常識を持ってる人が見てるとねあの人頭の悪い人だなとは思われちゃうよねそうなんですよねそういうレベルのコメントしちゃうんだって人いますよねでもそういうさっき言った論点が 意識してないにずれていっちゃう人もそうだけどさテレビ見ててなかなかこの人ちゃんと頭の位置だなと思える人っていうのは俺が頭がいいせいか大体ある人ほとんどの人がバカに見えちゃうんだけどなるほど気持ちわかりますよはいわかるでしょだってそれ言うのは自由だもんだって自分が世界で一番頭いいと持ってるってさことだけで傍から見たらさバカじゃねえのって思ったからさそこは相対的に考えないとね 皆さん気を使うことが多いんだなと思う方多いですね。気遣ってんのかなだから僕とか近田さんはしがらみが相当少ない方だから自由にいるであオンラインもしがらみ的に言えないこと多いんだろうなとか思いますね。そんなしがらみ作んなきゃいいのにね。さんの歌詞についいててて改めお話しししほです彼女はねもともとアイドルに帰国を帰ったりアニメとかに帰ったんだけど。 すごくなんか表現が面白かったんで、うん、それでぜひあの自分がアルバム作るときにね、うん、あの書いてくださいってお願いしたら、うん、すごい心よく引き受けてくださったということなんですけども、はいまあ、意外な組み合わせで面白かったですね。も、うん、あの人は、うんあの 確かかかスバル文学書かなんんってるですよね,そうですねだからあの非常にもともとその言葉に対してそのいわゆる作詞家という以前に非常にその言葉に対する造形の深い人なんでそれはそのね彼女の書いてる詩を見た時には知らなかったんだけどでもすごい面白い表現をするなってことを何回か思ってそれでそしたらまあ世代も違うからね向こうは僕のこと全く知らなかったから逆にその。 中何か情報が入っちゃう人より、うん、もう全くその彼女の思った通りに何、うん、かこう話したみたいにした時に、うん、感じてくれたことから、うん、なんかその「もうどんな歌でも歌えますから」って言ってお願いしたらすごくなんかどれも自分にはとても考えつかない歌詞なんだけど、うん、なんかすごくその歌詞の。 主人公の気持ちでね、うん、あのどれもどれも何、うん、て言うんだろうな納得して歌いましたねでそのアルバムの中で1曲だけはね、うん、秋元康に書いてもらっててそれを秋元康に書いてもらったやつっていうのも、うん、いや俺やっぱ秋元康はすげえ才能だなと思って。うん、あのそれは <coughs> どうういとかって未来のことなんていうのはね分からないってことなんだけどあの非常にその大きなテーマ自体はすごい叙事的なテーマなんですけどそこからねすごいねあの引きになれっていうかねそこから急急ににに恋愛の話なっちゃうんですよそのね大きなテーマからすごい分かりやすいねちまちましたことバーンとその落とし込むその技術っていうのはあこれなんだなってことをね本当に学んであそうか秋元は。 どういう曲を書く時もまずその曲のテーマは何なのかってことをがんと見つけてそれに対してそれを若い子どもたちの生活の中でそのテーマっていうことがこういうことにあためるってこと書いてるんだなってことがそのかったんですよやっぱネガ放送作家の人だからコンセプト重視にコンセプトですよね。いはですよね。で思って だから全然児玉さんとは違う発想だったから面白かったですね。すねはい、内縁谷さんの口に2本指を当ててステレオ効果という説について近田さんはどう思ってますか <laughs>、うん、あれはねいろんな説があったんですよ。うん、で最終的にね、うん、あれはあの当時の優也、うん、さんがあの寺内武さんとブルージンズにいた時のメンバーの人から話し、うん、聞いた話でこれが多分一番本当だと思うんだけど、うん、当時。うん いろんな説があったんですよはい、はい、あれは一番ね、うん、よくルフされてたのは、うん、マイクの前でこうやって指び込みをするとうん、うん、声がステレオになるっていうねことを岩井さんは信じていたっていうのがわと一般的なんだけれども、うんうん、パンパさんが言いふらしてましたね違うんですよ <laughs> 岩井さんはねその若い頃に前の歯が抜けちゃって、うんうん なったんです歌ってる時に指し歯が抜けやすいんでこうやってこう押さえながら歌ってこれが結局本当だっていうことは昔のそのブルージーズのメンバーの人に聞いて確かめたんで多分これだと思んですそれが恥ずかしいから照れ隠しでそうやってボケてたって感じなんですかボケてたっていうかね優枝さんは別にそのことについて何も言わないんですよ周りがだからそう思い込んでただけでそのうちなんかそれが妙に テレビとか出ててやっててうん、うん、いい味になってるのに、うん、これいけるなと思って,て、うん、そっから意識して <laughs> 意識的にやってたんじゃないかと思いますけどねはい、はい、ラジオでタモリさんと喧嘩したのは本当ですかあこれはもう今だからさどうでもいいんだけど、うん、それはあの、2人でねあのー、要するになんだっけな、うん、そのなんか、2人で一緒に取材受かた時があったんですよ。そそれであんまりその そのライターの人間がつまんないことばっかりだから飽きちゃってそれで目配せでねじゃあ2人でここでさあの喧嘩のふりしようとか言ってすっごいつまんないことを言い合ってそれでずっとやったらそのライターの人が頭良くなくてそれを何か真、ま、に受けちゃってで俺たちも引っ込みつかなくなっちゃったからじゃあまあそういうことにしとこうっていうんでずっとそのままにしてただけ。 それなんかね、会うの呼吸でできるんですね。そうなんですよ。<laughs> もうそれもね、すっごいダサい。<laughs> うんうん、例えばその、うん、この間タバコ吸ってた時さ、うん、俺のマッチ貸したけどさ、うん、あれそのまま返してこなかったよねとか、うん、このケースのことでさ、人はそう、はい。だってあれは俺は前最初貸してやつじゃんみたいなその、うん、そのぐらいの。うんうん 小学生レベルのさはい、はい、そんなこと大人がさ <laughs> 喧嘩するわけないような話なのにさそのライターの人真剣に聞いちゃってるからもうやめなきゃいけなくなっちゃったってだけですよ、うん、でもそのアドリブ能力はやっぱり近田さんにはそっちの才能があったってことですよあそれはなんかそういう悪ふざけが好きだからさ悪ふざけだったらアドリブは聞くよ、うん、そんな飽きっぽい近田さんがトランスに長年飽きてないのはなぜそれはね、うん <laughs> 結局その四つ打ちというものから先のところが見つからないっていうことが一つあるのとそれからいろんなものをやってきて自分がやっぱり一番ここに収まったところが結四つ打ちなんだなっていうやっとだからそこにあの自分なりのねあの居場所っていうんですかあとそれと基本的にトランス。 今トランスっていうよりはどっちかっていうとね、うんはい、四つ星全体で、うん、最近のはプログレッシブハウスみたいなのが多いんだけど、うん、あの基本的にインストルメンタルじゃないですか、はい、僕歌よりやっぱりインストルメンタルの方が好きだっていうことがあるのと、うん、あとはやっぱりシーセサイザーを使ってね、うん、あのコンピューターで作る音楽っていうのが多分一番好きなんだよね、うん、だからこの間1月にもねあのベルギーの,あるあのレベルから、うん あの一番新しい4曲のアルバム出しましたね。でそれはあの普通にビートポートってとこで「ルナさん」って言うんであの大文字で「ルナさん」「LUNASUN」って言うんでビートポートっていうねあの DJ 御用達,の,あの,ご用達の,あの音源売ってるとこなんでそこで売ってますんでよかったら買ってみてください。小泉京子さんについてね評価を きょんちゃんはね、うん、あの一言で言うと男らしい人だよ。ですね。うん、で、なんていうんだろう、もちろんさいろんなことに関してはすべ、うん、てが同じ意見ではないけれど、うん、ただどんなときでもお互いの意見を、うん、あの遠慮なく言えるいい関係だと思いますね。うんまあ、腹くくったかっこいい人という印象ですよ。 声がいいよねうん、うん、特に電話の声がいいよねこの人の声は、えーうん。あとだからなんかねいろんなとこで2人共通することも結構あってうん、うん、例えば2人とも2月生まれだったりとかね 2>, うん、うん、2人とも父親がもともと勤めてたところが TBS だったりとかってあ<ー>、ま、そういうちょっとしたことってさうん、うん、縁を感じるじゃん。うんうん、だだかかからなんかかんないんんんわいけど そのきょんちゃんとはだからさっきもちょっと最初話に出たあのカメラマンの小暮徹さんがねあの家によくきょんちゃんが遊びに来ててそこできょんちゃんが僕のそのハローフォンのレコードを聴いてそれでそれそれを気に入ってそれでそのぜひアルバムのプロデュースしてくれって言った時にちょうどその頃から僕ハウスに来てたからじゃあハウスに立ったら作るよみたいなことから始まったんでで結局今。 割と自分はそのハウスとかを中心にやってるし徹、うん、ちゃんとかもあるしうん、うん、なんかそういう不思議な縁でねきょんきょんとずっとなんかつかず離れずでこれからもいるんじゃないかなって気がしますけど「l スミ s パラドックスの制作エピソードと薬師丸悦子さんの印象が聞きたいですあれはね、うん、あの薬師丸さんが、うん、あのジューシーフルーツがすごい好きだったんですよ。それでだから、うん なんかその、それでオファーが来たんだと思うんですけどそれで非常にねあのなんていうのかな、うん、その、だからちょっと前の例えばその、うん、ジューシー・フルーツとかの時代のあ、うん、音楽がすごい好きなんですよね、うん、ちょっと前の。なんだけどそれまやってる音楽ってそんなにノスタルジックなんじゃないんだけど。うんうん 非常にあ,の <laughs> あのやっぱ彼女もねそのまたきょんちゃんと違うけれども非常に自分の意志っていうものをすごい強く持った人だったんであのこっちもね自分でやりたいことをあの普通にぶつけてあの人はここはできるけどここは違うみたいなことっていうのは彼女がチョイスしてくれてあのいい感じでコラボレーションできたって感じがしますけどね。かったですよ 田さんはナンバーガールズが好きだったと記憶してますが向井修徳のザ「座禅ボーイズ」はどういううい印象ですかそうですすかそね。僕にとってはナンバーガールズと「座禅ボーイズ」そんな印象変わらないんだよね<ー>僕にとってはやっぱり音楽的にに変わったよう思音はねなんだけどやっぱりその向井修徳っていう人の人間っていうものがすごくこうなんていうのかな、うんうん、あの その音楽様式ってことじゃなくてね一番根底にあるものが変わんないのと、うん、それとやっぱり、うん、ナンバーガールっていうと座禅ボーイズっていう、うん、そのネーミングこのセンスとか似てるような気がするんですよだからなんかそういうなんていうのかな同じそのだからつながってる感じはすごいする僕にはねはいはい、はい、好きは好きって感じですか座禅も。 ナンバー,ガールの好きだったけど、でもあ<ー>あの嫌いいじゃないよ。たださ俺も自分でこういう商売やってると、うん、やっぱり人の音楽より自分の方が好きじゃんだから誰のも,ものに関しても <laughs> 自分の自分の方がいいと思うビブラんう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 んパク出演だとふざけたくなるんですかそうだよ。そうだよ。<laughs> う,だようん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  だってさ口パクって何でいけないのかわかんないんだよね。だってもし口パクがいけないんだったらさビデオクリップもいけないじゃん。あれ口パクじゃん。名前を唄では撮ってないですもんね。それがいいんだったらんでテレビはいけないのかっていう。だからそういうんでよくわかんないのはさ最近裏かぶりいったんじゃん。 なななんんんでいいけのかかわだだってこの間さなんだっけな BS で TBS とテレビ東京でどっちもさ森村誠一かなんかなと思うんだけどのやってんだよその場合さ森村誠一は裏かばりでしたって謝んなきゃいけないのかね原作なら政府なのかと。変じゃんちょっと前もね実際 品川庄司とかの庄司っていう人が実際4日前ぐらいから1個はなんか温泉とかに出ててもう1個はなんとかってものすごいちゃんと裏かぶりしてましたけどねそういうなはかどっかで詫びれてるんですかねでもなんで裏かぶりはいけないんですかね。結構ななレベルででやっっちゃいいいけことみたすねそれってさ テレビの勝手なな思いい上がりじゃですかだったらさっきの森村誠司とかなんだかもじゃあ作家の人はすいませんでした僕のあで放送局に詫び入れなきゃいけないってことかね変じゃんだから俺放送局のねそういう応募っていうのはすごい腹立つんだよだってじゃああれですよこっちはさ本人が出て裏はその人の映画でもだめなの昔は多分そんなうるさくなかったんですか近田さんが出てたような時期とかは。 なかったと思うけど、うん、多分ここ何年かでうるさくなって、ね、それはさ誰がいけないっつってるかってことですよそんなテレビ局の思い上がりじゃないですかうん、うん、だってさ違う時間に撮ってるんだから撮、うん、せるよ、はい、それはそうですよ全部生じゃないですからね、うんうん、だからその裏かぶりと口パクに関しては、うん、ふざけんじゃねえよって気持ちあるよね <laughs> 口パク容認派なんですね近田さんはえ、口パクでふざけたいもちろん、うん <laughs> じゃあ例えばさ自分の声がちゃんと入ってるね音源に自分声出してダブル効果を狙って出すのはいいんですかねなるほどどうなんですかねだからさっきから言ってるように厳密にそれってどうなのってことになると俺当たりに返って熱くなる筋が通らないことには引っかかるわけですねそこはやっぱ大きいね藤原宏さんの印象を聞いてみたいああいつは本当にねあの人徳のある人間だよ あと、あいつは誰に対しても同じ態度。うそこが好き。なるほど。うん。手っ取り早く中渕に対してのご感想。を。誰。中渕剛。誰 <laughs> も興味ないね。接点 <laughs> ゼロでしょうしね。ないも、うん。ん。だってこれフォークじゃん。はい。もうフォークってだけでも、最初から興味ないから、わかんないんだよね。<laughs> 長渕さんが何気にヒップホップと接点であったりするじゃないですかそういうのが好きな人いるよねだからヒップホップの人がそういう人が多いわけだからそういうのが苦手なのよフォークじゃんねが長渕なラッパーの人が長渕さんとこからそれも嫌なのよだからヒップホップの人はさヤンキーフォークじゃんヤンキーフォーク確かにそれ嫌なのよまあそうですね 俺にとってのヒップホッププホそういういもんじゃないから分かりやすいあの、うん、音楽様式だから生き様とかじゃないから生き様っても嫌なんだよねん<も>今のコン,プライアンスコンプライアンスについてはどう考えていますかコンプライアンスって何だっけえっとまあ法令遵守というかいろいろうるさくなっていると言われますけどそれに関してはさそれぞれのお行儀の問題じゃないですかんあの、それはだから ちゃんとしたね、うん、教育を受けてる人はそんな間違いを犯さないってわけですようん。うん、なるほど頭の悪い人がそういうことするだけってことですよ、うん <laughs> はい、たまりクラブの思い出をそうね、もう今となったら昔すぎるからな、うん、なんかあったかな もうね、なくなっ、終わってからも、もう結構経った感じですからね。そうなんですよね。うん、僕もね、あの番組はね、自分がたまたまその。うん、あのー、スラミアワードっていうのに。呼ばれる時以外。番組見たこと一回もなかったから、わかん,ねんないだ。えー、俺、あれもう遅い時間じゃ。ん。<laughs> はいはい。そうか。寝ちゃうんだよね。<laughs> 寝ちゃうんだよ、本当に、真面目な。し。<laughs> うん、僕の本当、もともとそんなにテレビ見ないんですよ。うん、テレビもラジも、そんなに聞かないから。うん あのほとんどの番組知らないし、うん、ほとんどのお笑いの人とかアイドルの人知らないから、うん、テレビの番組っていうものも、うん、ほんとニュースぐらいしか見ないからな<ー>了解です梅津和夫先生について真ちゃんによく「ハローフォン」が出てましたね、うん、はい出てましたぐ,ぐらいの話いや, <laughs> いや梅津和夫さんって人はほんとにやっぱり、うん、なんていうのかな、うん あのパブリックイメージの部分もあるけど、うんうん、やっぱりすごいあの表現者としてね、うん、あの非常にその奥行きがあってそれで、うん、間口も広い人だってことは、うん、作ってる音楽聞くとわかりますよああ音楽も面白いですもんね、うん、面白いですよね、うん、音楽面白いんですよねそうそうそうアルバムもめちゃくちゃ良い面白いですよね、うん だからそのこととさまことちゃんみたいなことってさ全く違うものじゃないでも何て言うんだろうでも本当に同じ人が出してる表現じゃないで、そういう人がねどういういきさつか分かんないけど全くその単にテレビの画面を見たときに俺のことに興味を持ってくれたってことはすごい不思議な嬉しさですよね。ああのの、時期結構近かか。かったたでですす。よね。そそそそうううう。さんとと仕事しりだら そそもそもだから、うん、梅津さんをね、うん、もちろんその自分がその誠さ、うんの中に出てくるってこともあったんだけど、うん、それ以上にやっぱり梅津さんを、うん、本当にそのに対しての表現者として興味を持ったのは「郷ひろみとね、うん、寒い夜明け」っていう曲の歌詞があまりにも素晴らしかったんで、うん、これはすごいなっていうことからすごい興味を持っていろいろその 梅田さんの音楽活動とかにもなんか目が行くようになったってことですよね、うんうん、梅田さんのそこが引っかかってる人はなかなかいないでしょうけどねそんなに、まあ、作家性とかよりも歌詞からまず入って音楽がいいになるっていう、うん、いや本当そうだよね <laughs>、うん、考えてみたら、うんうん、共演してたアラン・メリーズ作の「i l o v e ッ o c k n o が大ヒットした時はどう思いましたか、はい、いやすごいと思ったジョーン・ジェットのねああれ最初さ、うんあのー ジョン・ジェットの前にさアランがイギリス行ってアローズってグループやったんですよ。それはミッキー・モストがプロデュースしたんだけどそれはやっぱ後のジョン・ジェットに比べるとちょっとスケールが小さい音なんだよね。でそれを聴いた時にああこれは俺なんかの昔さアランとさやった頃のああいう曲の延長線上にあるものとしてすごいんかそういうものの一つの集大成として。 ア,のアランの理論っていうか、うん、それがすごいこう凝縮されたね例えばあれ小説数っていうかそういうちょっとロックンロールなのにすごい人工的なね部分があって、うん、でそういうものをすごくアランは一緒にやった時に、うん、そういう音楽をすごいいっぱい作ってて僕もすごいそこに影響を受けたから、うん、ああやっぱりアランの才能すごいなってジョン・ジェットのヒットを出した時にね、うん、だからその。 あの「曲に目をつけたジジョン・ジェットはすごいいななっていうことかもしれあのアローズ」のまんまだったらあの曲は世界的なヒットにならなかったと思うんで、うん、はいだねんくさんの作詞作曲についてはどう評価してますかそうだねもう昔残ったからな、うんうん、何なんだろう、うん、ちょっと今忘れちゃったから今度考える <laughs> 了解です、うん、ちょっと古い話覚えてないの <laughs> 一時貧乏くさい汚い服装にはまっていいともに出てましたがそれにも飽きましたかうん飽きたね <laughs> ジブラの面白いエピソードお願いします誰ジブラさん面白いエピソードね,ードね別に面白いエピソードはないかもねれないななるほど近田さんに批判的だったサニーデイサービスのソガビシの音楽をどう思いますかえああ どうなんだろうそれもさっきのさ向井周徳と同じでさそれはそれとしてさ同じような意味で認めはするんだけどやっぱ自分の方がいいなと思っちゃうそれも絶対変わんないよねそこはちょっとフォーク色が強いとこもあるあの結構その。 あいつがその自分が昔歌ってたあの星屑兄弟の伝説っていう中の若者たちの何だろう若者たちの心にしみる歌の数々っていうのをカバーしてくれててその解釈はなかなかあの俺には考えつかなくて新鮮だったんですけどね。矢沢行さんと会ったことはありますかありますよね。あるね。あの,その最初のとにかくキャロルのあの デビュー直前の湯屋、うん、さんとね、うん、その湯屋さんのバンドで湯屋、うん、さんのそのイシャシ一キゴロックのロールバンドっていうのがデビューするっていう時にその前座として出てき、うん、あのテレビ局がブッキングしてくれしたのがキャロルではい、はい、そこであったのが最初ですから相当昔ですよね、うん、そこだと思うんだその時期何度かね多分絡んでますよねフェスとかも一緒だったりするんじゃないですかえあのワンステップフェスあそうです、ね、そう,すそ,うそうもあったり、うん、あとはあの クールスのね、うん、1>, 1枚目のアルバムの曲、うん、あの矢沢役者が曲作ったりしてたからそ,、ねうん、その時にレコーディングスタジオとかでったこともあるかもしれないな、うんうん、でもそれもねもう50年ぐらい前だからねはい、はい、細かいところまで思い出せないんだけど <laughs> いや A ちゃんの評価っていうのはうんあのーうん、僕が一番不思議だったのは キャロルの時はさ、詩も書いてたじゃんそうなんですよでもそれがソロになってから作曲だけになっちゃったじゃん僕ああいう人って言葉が重要なのかなと思ったらそうじゃないんだなってそこって吉田拓郎に感じたことと一緒かもね吉田拓郎も自分で詩書いてないって結構あるじゃないでもイメージとしてああいう人ってさ 曲よりのの人のイメージがですよ、ね、なんだけどそうじゃないっていうところだ,、うん、だからそ,それが何なのかわかんないけどん不思議なんですよ、ね、例えば長渕剛とかだったらさ幸せの自分で書くでしょ、うん、だからそういう人たちかと思ったらそうじゃないんだなって、うん、意外とその職業作家的に自分の音楽を見てるんだなっていうところが。うんうんうん その二人とも明らかに言葉を持ってる人なのにそうなんだよそこそんなにこだわらないというか人でいいんだとはそこ本当思いますなんか不思議だよねあんなインタビューでキレキレのこと言うのにうんそうなんだよまあ俺もさ曲だけ書いたりとか詞だけ書いたりとかアレンジだけしたりとかさするから人のことは言えないんだけどまあ俺のとはちょっと意味違うかもしれないけどね <laughs> 俺は確信案的にそれやってるから、うん「ライブスタイルダンジョン」で「アメフラッシュ」を一番歌詞が聞き取りやすいと褒めてたのが独特でした、うんうん、絶対覚えてないですよねあの時ですよね、うんうん、覚えてる覚えてる、ね、これ名前が変だったから覚えてるよそうやっぱね歌詞が聞き取りやすいっていうのは、うん、自分はそのこの世代の人間なので、うん、昔は テテレビの歌歌番組ででもさ、うん、下に歌詞がテロップ出てなかったですよねだから基本的に歌詞っていうのは聴き取れてなんぼっていうところがその作り手の一つの腕の見せ所だった時期っていうのがあるんで、うん、今さ聴き取れなくても下に歌詞が出るんだって前提で作ってる曲が多いじゃない。で僕はそれは何、うん、て言うのかなそれはそれでいいんだけど、うん、自分にとっては何て言うのかしらね、うん そういうんじゃないものを若い子たちがやってくれてると、うん、なんとなくなんか嬉しいっていうのがありますね、うん、近田さんはサブスクは好きですかサブスク…別に好きじゃん好きでも嫌いでもない使ってはいるあの使うけど、うん、あほとんど使わないね、うん、だって YouTube とかタダでなんでもけんだもん <laughs> はいはいはいお金払なーでもなくてもほとんどのもできるから、うんうん お金払うことしないね思った以上に古い音源から何からね何でもあるよあのだって最新のやつってのさそこそこのあるもんなんかさ俺はしないけどさ若い子とかさ簡単に横報ダンロードとかしたりしてるじゃん俺はそれ全く興味ないからやないけどさだから今本当お金払わずに聞いてる人いっぱいいるんじゃないのかなでしょうねうんそれもね 世の習いという。あ、あんまりその辺はこだわらないですね。だってさ、世の中というものは。あの。どんどん。そ、ある方向にしか進みようがないですよ。で、それはいつも本当に言ってるけれど。結局。エントロピーが増大していくことしかないですよ。だから、それは将来のエントロピーっていうのは。普通はその物理社会、物理世界の。 ことだけれど、人間の心の中のエントロピーもどんどん進んでいくから、どんどんそれはなんていうんだろう、あのよりなんていうかね、一般的な意味で言ったらどんどん悪い方向になっていくのはしょうがないんですよ。だってさ、これいろんな人のニーも言ってるけど、善と悪は、悪の方が強いですよね。まあ悪の方が魅力的だったりもするし。そういうことじゃなくてね、善と悪っていうものを例えば。 想像を善破壊を悪だとするじゃない、うん、10年かかって想像したものってさ1秒で破壊できるでしょ <laughs> で、ね、そっちの方が強いでしょあとだからあと悪っていうのはさモラルがないですよね、うん、モラルがない方が強いじゃない、うん、善っていうものにはモラルがあるから、うん、モラルがあるものとモラルがないものだったらモラルがない方が強いじゃない、うん、そうするとどん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 ,どんね、うん、そうするとそこにもう一つそのそれは パンドラの箱だからないその複数本に帰らずっていうのが一つのエントロピーなんだエントロピーの法則なんですけども要するにいろんな毎日ねどん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 無無尽蔵にパンドラの箱が開いてくわけですよ。その延長線さっき言ったことってもさもう例えばその違法ダウンロードっていうさパンドラの箱が開いちゃったらみんなできることできますよね。 例えばそのチャット GPT っていうのもさ法律は禁止したとしてもあれはさ例えば核ミサイルと違ってコンピューターの中で作れるじゃんそしたらさそこそこの国家であれば作れますよねそしたらそれをさいくらでも悪用できますよねで一方モラルがある国はそれやらないモラルない国はそれやったらモラルのない国はそれやった方が勝つじゃないですか例えば今日なんか見てたらさあのロシアがさなんかその 空に飛んでる、ねうん、その,あの通信衛星をなんかその爆破するね、うん、そういうなんか仕組みを開発してるっていう書いてあったじゃんでもそれってさやっちゃいけないことだったらさ、うん、みんな例えばそういうね、うん、国際法みたいのがあったとしたらみんなやっちゃいけないって守りますよね、うん、でもさ国際法なんてもの法律じゃないんだもん。うん もしね、国際法ってものが法律だとしたら、国際法を取り締まるねそれより一個上の存在がなかったら取り締まれないんですよ、地球を取り締まるお前りさんがいなきゃ、だから国際法なんて何も実は法律も何でもないから、知ったこっちゃないって人が出てきたときにどうするんだろだから例えばさ、ロシアはよ、そのなんかその通信衛星をさ、破壊するでその装置っていうものを、例えばさ、自分とかやらないで、それ 北朝鮮にあげたとするじゃん。ただ北朝鮮がやってさ、ロシア、いや、うちはやってないもんって言えるじゃん。そのぐらいのことやるかもしれないから、北朝鮮はさ、結構なんかさ、でかいタイプなっていうロシアからいろんなことをもらってるからだと思うんだけど、でもそういうことも含めて、それも、違法ダウンロードも、とにかく昔、ジューベルナが言ったんだけど、人間は想像するものは必ず作れるっていう、なんかそう言ったと思うんだけど、ってことは、 想像するるももののって中に悪いものいっぱいぱあるわけじゃんんそれいずれ作られちゃうんだよねだからもうチャット GPT とかもう止めようがない <laughs>、はい、だからじゃあ自分の音源が YouTube とかに違法で上がっててもまあしょうがないとかもう何も気にもならないなんだ,、うん、だってそう <laughs> 抑えようがないじゃんはいはいはいうんだ 超える何かを発明するってことしかないんだよねうんより魅力的な何かを作らない限無理っていう日本と K-POP のアイドルを比較して安易に日本の学生が劣ってる的に語る一部の論調についてあのーうん、それはその音楽の種類というより、うん どういったマーケットを目指してるかというねそういうところでいろんな人が言ってることだけれどさ日本のやっぱり音楽産業っていうのはドメスティックなマーケットだけでさある程度成立しちゃうでしょでそれに対して韓国っていうのはやっぱり輸出産業だからおのずからねどういうものを作るかっていう意識が変わっていく中でやっぱりその。 よりその、インターナショナルな、とこでのその評価を、得るためにはどうしたらいいかっていうことに対する。そのノウハウの研鑽ということ、そこだけでいうと、やはり。日本より、すごく、あの、進んでるとは思う。それは間違いないです。だって、はい。目指しているものがそもそも違うっていう。うん、うん、だから。やっぱそういう意味で言うと。日本からもさ、いろんな人が。 世界に出ようとしてるけれど、うん、やっぱそこの部分との覚悟は違うんだろうねう音楽の質というよりは、うん、っていうことですねうんうん、うん、川勝正彦氏との思い出話をうんこれもねもう古いことが多いんで、うん、そうだね、うん、パッと二つ思い出すのは、うん、あいつはそれまではずっとね、うん 自分の音楽が最初のハローフォンの時からいろいろこう違うものにどんどん行ってってもあのヒップホップまではね結構そのついてきてくれたんだけどついにレイブになってついてこらなくなっちゃってそれでそれでもなんか遊びおいでよっつってそれであれどこだったっけな富士のだっけなどっかでやった時にあいつが」 テント生活とか慣れてないじゃんで一生懸命あいつが何かねうん、うん、あの雨で天候とか悪い時とかだと思うんだけどそれでなんか一生懸命その、うん、テント張ってた姿うん、うん、それが一つとあとは全然ふと思い出すのは、うん、あれはどこだったっけなどっかで、うん、あなんか仕事かなんかだったかもしれないうんだけどその後に。 あの渋谷駅からね、うん、並木橋の方に行く、うん、あの通りの右肩のとこに普通に立ち食いそば屋があって、うん、結構遅い時間までそこやってるとこだったんですけどはい、はい、そこでなんか普通にかき揚げのそばを食ったことが急に思い出されたね今。<laughs> <laughs> まあそれが仲良くやってまあね。うん ちゃんとした人ですねうんただもうねあまりにも昔これもさっきの話じゃないけどこの年になるとねもう結構いろんなことが記憶もおぼろげになっちゃうとこもあるんでねもう亡くなって10年超えてますもんね超えてますよ高木寛さんのいい話ありますか誰高木さんんんんちゃとはねねねいいいっぱ話ありますけどななだだろろうう もう、あまりも日常なんて思い出せない。音楽評論で作品をネガティブに評することはありだと思いますかありじゃない全然ありですよね。まあ、覚悟があればって感じですね。ただ、その、いかに語るかっていう、その分の技術は必要だと思うけど、やっぱりその、そういう時に、 情緒的なな部分ではなくて、うん、構造的な部分のことをきっちり語られた方が、うん、あの批判された人間が、うん、あのその批判の意味をね、うん、あの分かりやすく受け,受け止めることができるから、うん、その知識とか技術は、うん、持っていた方がいいですよね批判する時には、うん。近田さんは相当いろいろ書いてきて、うん、相手が怒ってきたこととかあったんですか じゃない分かんないけど自分直接言ってきたことないけどあなんかで達郎怒ったとっ言ってたけどそれ以来んか達郎は俺のこと許さないっていろんな人が言ってたけど俺は単になんか k i k の最初のシングルがさなんか達郎が書くんだったらって期待してたら結構なんかベタな回復っぽいやつだったのね。 期待したたのが違ったなみたいなことを書いたらなんかすごいムッとしたっていうのがあるのと多分昔なんか竹内まりやが書いた曲「古臭い」っていうこの2つを書いたことがでもどちらもあれですよその人格攻撃をしてるんじゃなくて純粋に曲の構造としての問題を、うん、あの論じただけなんで、うん、あの自分としては。うんうん 失礼なこと言っったとは思ってないけどね、まあ、言わんとすることは分かりますかるでしょいい曲ではあるけれどもちょっと僕の求める山下達郎が、ね、そう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 いうことですね。んあんたそういうふうに批評されることが割とダメな方なんだろうね。う俺は何書かれても何にも気にならないけど怒ったことないですかただ褒められても、うん、悲されても。うん ピント外れだなと思っけもっと俺すごいぞみたいなのがていかいやそこそことこじゃないんですよねっていう特にあのだからねそういう意味ではね唯一褒められて嬉しかったのは自分がねあのヒップホップやってて最初にそのビブライズバックっていうあ違うそれじゃないプレゼント BBM っていう作った時に 初めて高橋健太郎っていう音楽評論家、うん、それについて正しい形で僕は近田晴を支持しますっていう書き出しから、うん、この音楽がなぜ素晴らしいかってことを、うん、あの論理的に語ってくれた、うん、それ一個だけだね一個だけだったんですね、うん、<laughs> なるほど、うん、だからこそのさっきの正当に評価されてない思いがあるわけですね <laughs> あそうだから評論家に対するそのさあ<ー>そういう思いあだからさっきのさ、うん リトル・リチャードもそういうところはすごくあったみたいだから、うん、そのケなされてもさ褒められてもいいんだけど、うん、そのポイントがそもそもそこじゃないですっていうあそれとあこの人ちゃんと聞いてないなったら分かっちゃうってこと、うん、ちゃんと聞いたら絶対そこは気づかずだっとこについて誰も触れなかったりするっていう、うん、なるほど。うん そういういもやも,や,もや,やってイライラだね。<laughs> なぜ伝わっていうか、うん、なぜ伝わらないかってより、うん、音楽評論家に対する何、うん、て言うんだろう、うん、そのあまりにもその音楽知識のなさったことに対して、うん、前もいろんな人に言ってたけど。うん 例えば自動評論家って人はさえ、うん、来年期間の構造くらいは説明できますよね音楽評論家で曲の構造か,、うん、から説明して、うん、説明してから評論に入れる人っていないですよねちゃんと音楽をやって、うん、コードから何から分かってる人がちゃんと書いてるのかってなりますよねそ,うそれはないもん、うん、特にあの j ポップみたいなやっぱ歌詞なり人間性なりをか語るだけでできちゃう仕事だから、うん 一番ひどいそれってさあの要するに何て言うんだろう女性週刊誌の記事と変わんないんですよそれじゃはい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 それは確か音楽誌のインタビューとかもそうですもんねそうなのよ曲の動向よりは人間の掘り下げる方が面白くなっちゃうし音楽のこと聞かないんだもんうん 例えばこの1曲目はこういうコード進行でしたけどこれはこのコード進行はちょっと他になかったですよね <laughs> だからそういうことから入る人はいないじゃないまあ歌手の話ぐらいで終わっちゃうし、うん、まずコード進行のことから入ってくる人はいないよね俺はずっと和製ってことに関して音楽の中でやっぱり一番自分では重要,だ重要だと思ってやってきたからそこの部分についていい一度も誰も、うん あの触れたことがないってことすごいなんだろう。音楽業界全体に誰も信じる信頼してる。なるほど。はい。サリー久保田さんが近田さん好きを公言してますが、ネオ GS シーンを当時どう見てました？ネオ GS は GS じゃないよね。まあね。うん。その一言。自分が好きだった GS とは違う。体質が違うんだもん。俺もサリー久保田とか長いけどさ。GS じゃないもん。 体質が。まあねパンクなりなりを通過した人たちがしょうがないよそれは世代がうん日本なりのガレージというかそうだからもうちょっとさあのんて言った勉強の対象じゃんもっとさその官能的な興奮から入ってきてるわけじゃないと思うの。 渋い B 級 GS みたいなさ、はいはい、でもそこから語っちゃうとね、うん、あのそれだって楽しいけどさ本当の GS ってもっとストレートなものだったから、うんうん、僕なんか好きだった時は、うん、もちろんそ,のそういうヘンテコリンな曲も面白かったけど、うん、そ,れそれはもうなんてう、うん、風流だからさ じゃあ、ダイナマイトかっこいいけどっていうね。とにかくね、風流になっちゃうと、やなん、もっとストレートに。っていうの、あ、まあ、もちろん、その風流の部分好きだけどね。っていうのはあるね。ビーズのことを高く評価していたので、近田さんは信用できます。ありがとうございます。ビーズはすごいよ。偏見がないってことですよね。うん。その辺に。てか、本当に。本当に、やっぱり、あの、稲葉さんの書く。知ってのは、すごいと思うし。詩は頭おかしいですよね。 しかもそれがちゃんとさビートとの関係がすごくいいんですよでそれで松本さんっていう人のギターがまた素晴らしいからあとね稲葉っていう人のハープがいいのよあそこ見たことないですねちゃんとライブですごい頭さ例えばアリーナクラスのとこで出てきて最初はハープだけでやるんだよハモニカだけでしばそれでちゃんと説得するだけのものがあるんだもん いや,ビーズはやっぱりすごいグループだと思うね今不ですよねあの勝新太郎も評価してたとかあ<ー>あ<の>そうなんだそうどこにどこに引っかかってんだろうビーズっていういや音楽性もあるし歌詞もあるし、うんうん、演奏歌唱全部だよはいはいはい晩年の勝新さんが評価してたのはドクター・ドレとビーズなんですよね分かってるねあの人 <laughs> <laughs> ドクター・ドレねそ,<う>その2つっていう それは俺と近いね。ね、うん。そうなんですよ。<ー>かなり近いんですよ。それは不思議だ。90年代頭ぐらいの時期にそれっていう。あ、それはすごいわ。うん、浅草橋ヤンゲー四品店の思い出はありますか。うん、それももう忘れてる <laughs> うん。そうだね。んなんかあったか。あ,あの <coughs>。なんだっけ、あの。うん もう忘れちゃったな最高の番組でしたようんそう自分もさ番組出てたからさオンエアしたやつ見てないんだよねあなるほどだからよく分かってないんだよね全部俺さ仕事はライブなんで終わったらその後の確認はしないんだよねあそこがライブなのよもう見てたこっちの方が詳しかったりするぐらいのうん うん、どんなこともだから、うん、録音もライブだと思うから、うん、もう録音が終わっちゃったら聞かないし、うん、原稿も書いちゃったらも読まないし過去の作品の話いろいろされても忘れてることも多いし忘れてること覚えてることがたまたまあるかもしれないけど、うん、あの覚えててくれてる人たちの方が詳しく覚えてることが多いよね are f ファミリーからのスマッシュヒットのホタテのロックローンについてどう思います、うん、どうんぐらいの感じうん、うん 大里芳さんの話が聞きたいそれあまりにも漠然とした質問だよね,よね、うん、その何が聞きたいかっていうだからね、うん、私は文句言うわけじゃないですけど質問する人はさ、うん、この質問で相手は答えてくれるだろうかっていうことをさ、うん、考えて質問しないと、うん、漠然としすぎて無理よこういうねシネマキシンについてとか、うん、それのどこの話っていうことが知りたいですね。うん 音楽についてはどう思いますかってこと一緒じゃん、うんはいはい、音楽好きですかみたいな、うん。好きですったら好きって言えるけど、<laughs> どう思いますかって考えなきゃいけないじゃん。イエスの方で答えるのはいいけど、うんうん、そっから言葉をやらなきゃいけない。しかも、ものすごい抽象的な質問されるとね、難しいからね。うんうんうん 近田さんって大きな事務所入ってた時期はあるんですか？またプロだったりとかはどこも入ってないんですね。うん、あのだからそのアミューズの中に近田ハロー事務所っていうデスクをこう置いていたことありますけど、うん、ちゃんとしたあの、うん、大きな事務所入ったことはないです、ね。それは大里さんの関係で？そうそうそう。うん、たまたまなんでだったか忘れちゃったんだけど、うんうん、あの自分がまあ芸能の仕事増えてきたし。そうなんかじゃあうちあの、うん あいてすからそこでやればいいゃじゃんじゃあお願いしますみたいなでもそのアミューズのタレントではなかったからなるほどすごいすごいちゃんとしたコメントがいっぱい並んでいる <laughs> 政治的なほんとガンダムは好きですか見たことないでしょうね <laughs> 一時期杉作慈太郎さんのラジオや信に呼ばれてましたがその時の感想をお願いします 最近ですかあのねなんかずっとさ自分の番組でよくかけてくれてたんでっていうのがあってそれでなんか一回その四国の放送局でなんかそのイベントがあったんでそれに呼ばれたんだけどそのとにかくその事務連絡とか現場でのいろんな処理とかがあまりにもひどくて。 頭きて。うん、怒って。うん、まあ、一応、そのイベントは終わったけど。うんうん、それっきり向こうから連絡ないわ。僕が配信で見てたやつだと思いますね。多分、それ、ね。あ,あ、そうか、そうかもしれない。<laughs> はい、はい、はい。了解です。うん、音楽ライターとしての田中裕二さんは高評価ですか。誰。帯文書いてたんじゃないですか、多分。A. K. B. と日本のロック。 知らない。ああ、はいはいはい、今、字が見えなかった、失礼しました。はいはい。そうですね。あの。いろんなこと。ちゃんと知ってる人だよね。うん。という感じです。はい。以上。という感じで。お時間ですよ。え、もう、本当、こんなんでよかったの。全然、全然、面白かった。よいろんな話が聞きました。あの、忘れてることが多くて、すみませんでした。 大丈夫であのスイッチ入った時の面白さとか全然あるので何の問題もなくよかったこの後 YouTube にアーカイブ化されますが問題とかないですねあ何もないですはいはい優勝オル側が引っかかればぐらいのもんですね近田さんは何の問題もないですないっすね私はいはい大丈夫ですじゃあ告知かまずかったのあったら消してくればいいけど全然多分大丈夫だと思いますい。ゃ告知することは何かありますかえっとですねこの先で言うとえっと24日と26日の夕方6時からはい ニニココ生放送をやります。で26日の方は田中康夫とそれから松尾清とやります。それのあとにあ今週で言うとね23日に望月磯子さんのなんか配信の番組があって。かかななそれ 二十三日の昼間やります。それはジャニーズ問題中心いや、の何だか分かんねんだよ。いつも行くまでと分かんねんだよ。呼ばれたから行きます。そうそうそう。で、それが二十三日。それはなんか昼間三時三時半とかですかね。それとそれでその二十四日と二十六。三月の二日にはあのさっき言った話したあのリトルリチャードのね映画のなんかそのをなんかその反則のイベントがあって。 それはねあのーあのー、どこでやんだっけな、うん、萩原健太さんってやんだけど、はいはい、それとね、うん、あともう一個はね、はい、結構意外とやってんね俺もやってますよ自分でびっくりしちゃった今、うん、この年齢でハードスケジュールですよ <laughs> 意外とね自分で今びっくりしちゃったよ、うん、もう一個はね 3月のね、うん、7日ですね、うん、これはねあの新宿のどこだってお話しちゃったんだけど、うん、キム・ソンミンさんっていうね、うん、あの北海道大学の,、うん、あの大学先生なんですけど、うん、この人がなんかあの日本と韓国の,、うん、あのその 音楽の企画文化論みたいな本出したんですよ。で、それの反則の、あのイベント。これはどこだっけな、この国はだっけな、どっか新宿で、あの三月七日の。夕方やるという、そのくらいかな。なるほど。はい。ちなみに、ジャニーズ会見での望月さんを、どう、どういう風に見てました。見てなかったんで、あ、見た。相当ってさ、覚えてないんだよね。そうなんですか。なんか、賛否両論分かれてましたけど。 そんの時さ俺結構さちゃんと見た気がするんだけど結構長いじゃん長かったです途中さ消しちゃったかってこの問題の専門家的なスタンスだったかと思ったら飽きるじゃん風呂で見ましたよ僕長かったでしょで途中出んなっちゃってさんかさちょっとビールでも飲もうとか思ってそれでちょっとなんかさ秋田他かにチャンネル帰ってさ で戻し,してもたらもうたぶん望月さんとこはなんかスルーしちゃってたんだよね多分見てたら覚えてるもん <laughs> なるほど、うん、あさすがですでもあの望月さんって人もさ <laughs>、うん、味ありますよね味ありますねあの人大雑把だよね <laughs> 今回もさその二十三日のさあ、うん、れでずっとさ、うん、あのラ i ン e でやり取りしてたらさはい、はい ずっとそれまで23日お願いしますねって書いてあったのがある日22日なんですけどって書いたら「えっ日にちかあったの?」って俺普通間違えないと思うんだよねああいう記者とかの人があ本ほんとこの雑なところいいなっていう好きになりましたけどニコ生の宣伝もうちょっとしておきますかねうんねあの近田さんがニコ生参入したのにちょっと驚きましてそれはねたまたまね俺が自分から言ったんじゃなくてそのなんか ドワン語でね、なんか若い、その、あのスタッフの人が、あの、たまたま俺が、あの、いろんな。つい、あのツイッターとかで、たまたまその。この間のジャニーズのこととかさ、あと。自分じゃ、そんなつもりもないんだけど、なんか若干政治的にも見えるような発言を。ずっとしてたのがあったらしいんだよ。で、それを見て、あ、この人面白いかもしれないってんで。 もう26歳ぐらいの子だから俺のことなんか知らない人よだからその力張ろうと名前でんかってこと面白いからって言うんで電話かかってきてで実はそのこういうもんなんですけどって言うから俺そんなもんさ今ってさ見たこともないじゃんだからさでもそうせっかく若い人がね行ってきてくれたんだったらじゃあやりましょうっつって引き受けたら結構大変だったっていうまあ僕も長年やってるんですけどもうかなりの人がニコニコ離れをしてますからねあれさ大変なんですよこの話今度したかったね あれさ全体のシステムがめんどくさすぎるよははいいわかり YouTube とかって簡単じゃんインスタとかそれと同じことやるのにさ何段のいちいちさ事前になんか登録しておこうとかさもうあそこに書いてあるさ言葉がもうわかりにくいのよチラ見せってんなんよみたいなさチラ見せ機能とかねわかりにくいじゃん有料とか無料とか言えないじゃんねそうういのがもさ だどん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 ,んないなくなってんじゃないの、うん、そうですね。<laughs> <laughs> なんでいなくなってんだと思うの、うん、えあのー、まあね10年ぐらい前結構いろんな人がニコニコだった時期だったんですけど、ねうん、結構な時期で結構なスピードで離れましたね人がだからその一番根本の理由はやっぱ面倒くさいってことなのかな、ねうん、みんな。まあ機能の変更みたいなのがあんまりこの人が求めない方向で変更していっちゃって、うん、なんでなんだろうね。わーってなってたのは覚えてますねうんはい。あ すみませんこんなことなかなかいや面白いですすみませんでしたとえっ次回は2月27日20時からでゲストは藤子大津の上杉真央さんですそんな感じで本日はどうもありがとうございましたあ,どうもありがとうございましたどうも